楽しくマニアックに、今日も喋りますんで、ちょっと待ってくださいね。毎度のことですけれども、まず時計がいらなくて、パソコンを開けて、暑いんですよ台湾。今日も30度超え、日だ。あ、やってる。よし。あ、たくさん来ていらしてくださってますね。ありがとうございます。恒例のご挨拶、ちょっとこれ似合わないな。実は先ほど準備してたんです。今日はあの念入りにしようと思って、衣装もあのネクタイも選んで、でネクタイ選んだ後に赤ワインをあげたものですから、ちょっとあのね、あの皆さんに申し上げられないようなことになってしまって、今慌ててあの選択してるんですけれども、はい、遠藤さんいらっしゃい。リモート生活に戻った。あー、ちょっと今日その話、台湾でもちょっとあのいろいろ動きがありましたので、たっぷりお話しますね。あ、辻先生いらっしゃい。イベさんいらっしゃい。山本さんこんばんは。顔が見える、なんか大丈夫でしょうか。心霊写真でしょうか。心霊写真ってあんまないですよね最近はね。はい、ジャン渡辺さん、ヨハンさん、飯塚さん、カスペギさん、あ、熊谷さん、ありがとうございます。ディミトリーさん、ありがとうございます。あ、ディミトリーさんに何か伺いたいことあったんですけれども、ちょっと忘れちゃった。スカラ座のことかな。ディミトリーさんってまさかあの歌舞伎がお好きな方ではないですよね。私と以前やり取りしたとか違いますよね。はあ、あ、 GBB209 さん、ありがとうございます。今日もあのたっぷりこのバッカラのグラスでワインをいただきますので、あの、退院なさって本当に良かったです。もう本当にあの、真面目に心配しておりましたので、本当に良かった。退院おめでとうございます。ご家族の皆さんもさぞご心配なさったと思います。はい、宮田さん、ランタンさん、スラサチコさん、あ、このあたりはもう常連の方で、まあ、毎回どうもありがとうございます。あ、サウザンビーチさん、いらっしゃい。高行750さん、田中三太夫さんもありがとうございます。キャット2828さん、先ほどツイッターの方にコメントありがとうございました。田中さん、228? あ、山崎さん、まあ、毎回どうもありがとうございます。江沢さんもこんばんは。学校の先生もいらっしゃい。小中高大、どれでしたっけね。ケミさん、クナッパーズプッシュコレクション4を購入しました。音質があまりに悪く、特にウィーン国立歌劇場ライブ、ちょっと残念。4って何ですか？どこのレベルから出てるやつ？キングインターナショナルですかね。そうですか。はい、ありがとうございます。ダンボタンバオさんもいらっしゃい。あ、宮崎藤さん、昨日ありがとうございました。衣装にちょっとそんなこんなでもう前もって決めてたのがダメになっちゃいましたので、ちょっと慌てて変えたんです。はてもさんこんばんは。大和武志さんこんばんは。遠藤さん、それか襟の形ね。はい、二重なんですよねこれね。はい、遠藤さん、ハイドさん、それからステファノさんもいらっしゃい。赤松さんもいらっしゃい。あ、カツエンさん、今日はで、しょっぱなからありがとうございます。あれどこだ、これリモート式のあのコードのないやつのあのマウスなんですけれども、時々ね不都合があるんですよね。パーカッションラバー、へえ、ありがとうございます。初めてじゃないですか、パーカッション。私も大学の時には大学院まで打楽器だったんですけれども、パーカッションラバーなのにアイコンがショパンなんですね。あ、赤野さん、ありがとうございます。ツイッター見て爆 笑、 ツイッターね、どの文でしょうか。それも後でお話ししていきますので、赤野さん早々からありがとうございます。勝善さんお久しぶりです。それからパーカッションラバーさんね、はあ、打楽器がお好きなのにアイコンがショパンという。あ、加藤さんこんばんは。今日もありがとうございます。ちょっと今日はクライバーのマニアックな話もしますので。 SM さんね、はい、東京ライブ聞き直してみました。そうですか、よかったです。何かのきっかけになればね。あ、ネーメの好きな横澤さん、ありがとうございます。スホニュー還元楽集おすすめ、あのシャンドスから出てるやつですか。ちょっと探してみますね。ありがとうございます。ターマスパシフィックさん、まあいらしたことありますよね。あ、うめえさんね、どうもありがとうございます。 CD のお申し込みもどうもありがとうございました。東洋さん、そうなんですか。あ、藤抜さん、いろいろありがとうございます。栗良太郎さん、ディミトリーさん、歌舞伎は好きですが、こちらでその、あ、そうですか、じゃあ別の方ですね。ありがとうございます。いや、同じようにあの1981年スカラ座の来日公演で、あのクライバーのオテロの会場でアバドにサインをしてもらったっていう方が他にもいらしたんですよ。それでちょっとあのダブったので、はい。あ、 GBB209 さん、ありがとうございます。体をほぼ戻りました。そうですか、よかったです、何よりです。
そうですね、まあ、あの大体皆さんの話今私が申し上げた中からあの想像つくと思いますけれどもね、ちょっとねあの今流行ってる流行り病で GBB209 さんちょっと入院しておられるんですけれども、無事復帰なさいまして、はい。ケイブケイブさん、あ、加藤さん、カルクライバーのベートーベンの7番の YouTube 拝見いたしました。とても面白かった、ありがとうございます。ちょっとその補足も後でしますので、はい。そうですね、悪くね、もう5月末までですもんね、えらいことです。市川さん、あ、タムナスパシフィック、失礼しました。市川さん、こんばんは。台湾パイナップルが福島県大村にもやっと上陸、おとといカット品購入して試食したら沖縄産より甘い。そうだと思います。糖度が何パーセントでしたっけ、かなり高いんですよね。それで芯まで食べられると、はい。高校の吹奏楽で打楽器やってた。そうですか、ショパンも大好き。はあ、私と同じですね。クライバーのベトナナ82年ライブ、確かにすごかった。そうですよね、あれ演奏、ちょっと BGM もあるんですよ。あれ演奏の出来栄えとかなんとか総合的な感動からすると、やっぱりあのオルフェオの82年演奏っていうのが一番いいと思います。あークライバーのオテロをブレンデルが見に来た。ああ、そんなこともありましたね。それは1986年の来日でしょう。ポリーニも来てたんじゃありませんでしたっけ。なんか音楽の友に乗ってましたよね。ポリーニとクライバーと小沢さん。なんか楽屋で楽しそうに話してる写真がありましたけれども。はい。あ、白草さんいらっしゃい。横須武史さん。コロナ気をつけてください。ありがとうございます。はい。あ、私じゃないのかな。さあ、そうなんですよ。あ、M2DJ1 鈴もままさん。ありがとうございます。で、今日なんですけれども、まあいきなり本題なんですけれども、台湾もちょっとこうじわじわと大変なことになってきました。で、これだけ去年の2月から徹底した対策をとっていてもこういう状態になってしまう。今日はもう私ニュースで見たんですけれども、台湾北部、あえて地名は言いませんけれども台湾北部で180例の感染者発見ということで、まあ台湾でも、さすがの台湾でもこういうことに、こういう状態になるのかと思ったんですけれども、日本と違うところって、まず昨年2月ですよね、この留学、佐藤京子さん、はじめまして、いらっしゃい、ありがとうございます。あらかじめ申し上げておきますけれども、この生放送は遅刻早退、早弁、何でしたっけ、早弁バックレ、あともう一つありましたよね。あ、飲酒 OK ということですから。あ、じゃあ私から始めましょうかね。これ私が開けてたら、神さんが私にもちょうだいということで、すでに半分持ってかれちゃったんですけれども、GBB209 さんにいただいたバッカラのグラスで、今日はこのボルドーをいただきたいと思います。はい。とりあえず今日はGBB209 さんですね。本当に良かったです。退院おめでとうございます。安心いたしました。2017年、あ、結構おいしい。はい、さすがですね、ボルドーです。でも小瓶なんで飲みやすいですし、チョコフレークつまみながら見てる。はい、ありがとうございます。飲食可能ですね。そうですね、アルコール自由。そうなんですよ。で、台湾ね、去年の冬、2月ぐらいですよね、この流行が確認され始めた初期から台湾っていうのはこの徹底した入国管理っていうのをやってのけたと、大陸をこう遮断しつつですね、それから入国者の隔離っていうのを徹底して、それからちょっと日本と違うのはその規定に従わない違反者っていうのにかなり高額な罰金というのを設定したんですけれども、それでもなおこういうことになってしまった。で、これまでにも空港、国際空港ですね、国際空港のある台湾北部のある、まあ、大病院、その病院内感染っていうのが少し起こったんですけれども、こちら保険カードありますよね。それから台湾、私もありますけれども、外国人として台湾には総番号制 ID 番号っていうのが与えられていますから、その時はなんとかもうそのいついつにその病院に来てた人っていう割り出しができたんですね。で、それで、拡大感染っていうのを抑え込むことが立派にできたんです。で、今回この度、今日のニュースですけれども、まあ、今日、昨日、今日、一昨日あたりかな、
まだ出始めなんです。ではでその出始めではあるんですけれども、ニュースなんかを見ていますと、どうやらこの度の感染拡大、まだ実は正確なあの経路っていうのが、まあ、だいぶ分かってるんですけれども、肝心なところが分かってない。で、あの最初に発症したのは実は小さなこのスタンドですね。ここでお茶だとかこうドリンクを売ってるこのおばさんだったようなんです。いやいや、おばあちゃんかな、まあ、おばさまかおばあちゃまの間のぐらいの世代の方だと思ってください。で、その辺ちょっと微妙なんですけれども、私はもう検査なんてあの全然全く、はい、してる人の方が少ないと思います、台湾では。そうなんです。で、最初の発症者というのがどうやらこのおばさんだった。で、その次にあの例のパイロットですよ、飛行機、航空機パイロットで、まあ、そしてあとこれ言っちゃいけないですよね、あ、とある社会福祉国際交流かね、あのありますよね、大きいグループが2つ、まあいいですけれども、そこの会長さんだか元会長さんだかっていうのが、うん、まあいわゆる顔役ですよね、この人なんですけれども、この人が実はばらまいたんじゃないかと言われている。これあくまで現段階の私が聞いたあの情報でして、で私のあくまで私の聞いた範囲の知った範囲の、はい、あのお話で、正式なニュースということとは違うということで、あの私別に作ってるわけじゃないですよ。ただ私の聞いた範囲でこういう話が出ているということでお話、今日はしたいんですけれども、このパイロットおばさんなんとかクラブの顔役っていうのがどうつながるかっていうとですねまずこの顔役おじさんっていうのがおばさんのお店でドリンクを買ってるらしいんですよ。で、まあこれも言うとなんですけれども、あのそのおばさんのドリンクスタンドっていうのが、まあちょっと少々怪しいエリアにあるんですよね。例えばあの新宿なわし新宿なんて言っちゃいけない、怪しいエリアってまあどこにもありますよね。で、ちょっと通りを横に入った、奥に入った、まあぼったくりバーなんかがよくありそうなエリアですわ。で、まあ、どのくらい怪しかったか分かりませんよ。あの、もう私いい子ですからそういうところには行きませんので。まあ、そういう場所に飲みに行くとしましょう。で、その輝くおじさんがお茶を買って、で、お酒飲みに行って、そこのママさんに感染してさせてしまった。で、そこでカラオケ歌いますよね。その同じマイクを使い回ししますよね。そして、その後前後、どちらか分かりませんけれども、このおじさん、あの結婚披露宴にも招かれて、さすが顔役ですから、結婚披露宴にも招かれて、ここにも多くの人に握手してわっはっはで挨拶して回って、またぞろカラオケを熱唱しまくったらしいんです。これちょっと制御できないですよね。本人に自覚がないだけに余計にこれ大変だと言われてるんです。で、その、あのね、クラブのママさんもなんか頭痛がして熱が出てって病院に行って、でそこでどうやら感染が起きたということもあったらしいです。で、これに某航空会社のパイロットさんがどう絡んでくるかと言いますと、まあ例のその裏通りのあの顔役おじさんが言ってた怪しいお店なんです。もうちょっとこれ良い子たちには聞かせられないような、まあちょっとまあ良い子たちがこの番組見てるとは思えないんですけれどもね、そういう、まあ、あの教えられないような類のですねショップってあるんですよね。はい、ドリンク、台湾ではドリンクなしっていう喫茶店とか、それからあの、まあ、以前にも申し上げましたけれども、あの理髪店、あの美容室のあのこのくる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 回ってますよね、あの動脈静脈の、あれがあの看板が出てるのに妙に暗いムードで、中が見えない子、中が見えないこうお店っていうのも未だにあるんですね。いいですか、お茶が、お茶ドリンクが飲めない喫茶店ですよ。はい、表にはあの飲料なしです、飲食なしですって書いてある喫茶店、それからあのバーバーの、このバーバーってあのアダジョじゃないですよ、このくる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 回転があるのに紙を買ってくれないお店、はい、この2つ皆さん台湾にいらした時注意してくださいね。さすがに私来て20年になりますけれども、最近そういうのはあの極端に減りました。来た当初は私まだまだあの便浪ですね、
あ、五十嵐さんお久しぶりです。ありがとうございます。便乗なんかを売ってる道が、あの高速入りのところの脇なんかによくあったんですけれども、まあ最近はあくまで格段に減りましたね。はい。ドリンクなしです。何でもや。まあ、ちょっとあまり言えないんですけれども、は。便乗は私やったことないです。すいません、ちょっとワインにあまりに素敵なグラスであまりにいいワインだったものですから、ちょっと投身自殺をした人がいてはいそうなんですよ。でというわけで、そのね、顔役おじさんがどうやらその類のお店に行ったと。でそのパイロットさんも、あ、秀吉さんいらっしゃい、太鼓さんがいらっしゃいました。どうもその怪しいエリアっていうので広がったんじゃないかというふうに言われてます。宮沢悟さん BCG、 はい、してますよ、子供時代に。はい、なんか BCG もしてるしてないでなんかあるらしいんですよね。でも高須美希也先生が言っておられましたけれども、子供の頃の BCG 接種って、あ、今子供の頃のはさておき、その後大人になってからしての効能も1年なんか限られた時間なんですよね。だからその BCG がどうとかっていうデータはちょっとよくわからないところがあるというのを聞いたことがあります。はい、というわけで今日かな、それこそテレビニュース起きてから昼頃起きたんですけど、今日かみさんと2人でテレビ見てまして、台北新ペースのこの警戒度数っていうのが3レベル3に上がったんです。でこれレベル4になりますと、もうロックダウンということになります。でとりあえず今日起こったのは食料品買い占めなんです。もう露骨ですよね。スーパーにガー、量販店にもガーッと人が押し寄せる。でこれも実は台北と台南ではちょっと状況が違うんですね。あ、台北台中と台南、もうカップ麺からお米から野菜からもう鬼のような勢いで買いまくる。ちょっと私これもどうかと思うんですけど、あとはトイレットペーパー、ティッシュペーパーの類ですよね。で今さらあんたオイルショックかよっていうふうにも思ったんですけれども、で早速今日コロナ対策のトップ、ごま塩頭の目のちっちゃいおじちゃん、チェンスーゾンか、はい、チンジチューさんですね。あの人の奥さんってチェリストなんですけれども、この人が会見を開いて面白かったのは、かなり単純明快な説明っていうのをしてたんです。まず買い占め、みんなやめてくださいと。で、いわく食品も生活必需品も台湾国内で十分備蓄があって流通できるようになってるからとはっきり言ったんです。で、あまりにアンバランスな買い方をするとかえって混乱が生まれると。で、そして何より大切なのは、まさにこの時期、台北で感染が広がったっていう時期なんですけれども、まさに今日ですよね。大手スーパーにみんなが一時に押し寄せると、そこでまた集団感染が広がる可能性もある。これ確かにその通りなんですよね、言われてみれば。で、最初の、去年の春ですね。去年の春ぐらい、一応、我が家も多少の予備買い、備蓄買いっていうことをしたことありますけれども、でもそれ、1回だけでした。で、しかも我々で、かみさんと我々2人で、2人の両手で持って帰ってこれるくらいの量ですから、大したことはない。で、お店に、量販店のお店に行っても、カップ麺はもう、でっかい棚の上に箱が積み上げてありますし、店員さんに興味本位で聞いてみたんですね。大丈夫なんですか？備蓄とかって聞いたら、いや、もう、しれっとした顔して、台湾国産品であれば大丈夫ですと。まず問題ないですって言われたことがあった。ただまあそれ以来ですね、私もペーパーなんかはの類はちょっと目についた時に何ていうか定期的に買うようにはなっていました。これも大したことはなくてですね、これまでなくなりそうだから買うだったのが、なくなる前に予備買いしておくに変わった程度でした。
あとは洗濯ですね。私、洗濯が趣味でして、海外留学中でもこの洗濯機のね違いっていうのを調べるのが趣味でして、まあこれはいつかまた別の機会にお話ししたいと思いますけれども、洗濯石鹸なんて言うんでしょう、今はなんて言うんですか、古い言い方ですよね、洗濯機今まあいわゆるパウダーですわ。はい、あれも普通ね、同じもの気に入ったブランドをこう2個ずつ買うようにしてますので、まあ1箱終わっても、とりあえず余裕はありますよね。あとは飲料水、水です。はい。うちは水道水飲みませんので、まあ台湾は水道水はちょっと日本のレベルには及ばない。まあ煮て、冷ましてから、飲むんだったら煮て冷ましてからっていうことなんですけれども、洗剤ね、ありがとうございます。日本語が、はあ。というわけで、うちはミネラルウォーターを箱買いします。で、私、しかも米食いですから、何かかんかあるっていうわけで、とりあえずこれ今日買っとこうっていうようなものは牛乳ミルクくらいでして、今日買わないと明日の朝のコーヒーがブラックになってしまうっていうので、夕方かみさんとコンビニには行ってみました。そしたら皆さん、なんとうちの台南市ですよ、の青年寺陳年ルってところなんですけれども、まあ歩いて5分くらいかな、弁当屋を過ぎて横断歩道を渡ってで、パソコンの量販店を行き過ぎたお寺の向かいにあるコンビニなんですけれども、そこに行ったら全く普通通りだったんです。ツイッターご覧くださった方だったらお分かりになるでしょうけれども、棚ももうびっちり品物が並んでるんです。第一、買いに来てる人自体がまばらなんですよ。台湾の3日ライブを見てるけれども、スーパーの買い出しがすごい。それエリアによりますね。はい、台南は全然そんなことないですよ。そうなんです、もうコンビニ行ったらもう普段以上に品物がびっちり並んでて、だいたい買い物してる人自体が多くない。でそれを見たかみさんが一言、ふんもうこれ台南だからよなんて威張ってるんですね。要はまあ台北とはラベルが違う、レベルが違うとか、人の冷静さですね。はい、それが違うんだとこう威張ってると。まあ台南と台北って京都と東京みたいな違いがありますから、いろいろと、まあ結構それが面白いんですけどね。はい、で、あとペレット、金属、何でしたっけ、あれを洗濯っていうのを私一度やってみたいんですね。亜鉛でしたっけ、なんかを入れるとすっごい、ティファニーファン、ワオハオチョプーチェン、天社、ティファニー天社、おやお家に連絡、へおやおにトイレでハオチョプーチェン、おやお上に、おやおちんに一家数チン。すいません、私の教え子で今アイドルになっちゃった子が、モデルかなんかマヌカンなんかやってる子が今見に来てくれました。はい、ティファニー。そうなんです。で、このコンビニの様子っていうのは、私ツイッターにミラノとナポリ、そうですね。それを言うんだったらメルボルンとシドニーみたいな、はい、ところがあります。マヌカンはまずかったですかね。はい。可愛い子なんですよ。はい。で、そう、で、その買い物に行った、写真をツイッターに載っけました。で、ワイン買って、チーズ買って、普通通りの買い物をしてきましたけれども、一つだけ、そう、これ。一つだけ、空になってるコーナーがあったんです。これこそ、私、文字通り、まさに深刻な品不足だと思った。これは厳重な対応が必要です。はい。台北では買い占めが起きて、店中空になる棚っていうのが、空になる棚っていうのが、ね、棚だらけという状態になったのに、台南のうちの近くのコンビニは普段そのままだったんですよ。で、その中で唯一空になってたものがあったんです。何だと思われます?皆さん。ご覧ね、ツイッターご覧になった方はお分かりになるでしょうけど、なんと、おでん。
おでんが深刻な品不足だったんですね。これがこの深刻なあのおでん不足にはですね、この台南市を挙げて台湾政府をこう挙げてですね、あの対応していかなければならないと。でしかもこのおでんのつゆもあまり残っていませんでした。はい、コンビニではおでんのつゆだけをもらうってありなんですか。台湾では即席麺、はい、あの味のほとんどないやつなんですけれども、塾に行く前の子供たちなんかがおでんのカップにそのラーメンを自分で開けて入れて、おでんのつゆをジャーッと入れて、それでお金を払うんですね。はい、あ、皆さんあの真面目に聞かないでくださいね。たまたまそのコンビニであのおでんの入れ違いで品切れだったっていうだけの話ですから、これネタですから。はい、まあそれはいいんですけれども、あと一つ微妙だったのは、今日は台湾全土で一斉の高校入試があったんですよ。これはちょっと子供たちが不安があったかもなという気がする。だって全国に集まって、北部中部、まあそれぞれの都市で中学生が全部集まって一斉に共通試験をテストを受けるんですよ。でここで広がらないことを願う。そうですね、まさに3密です。でこれもちょっとここで広がらないことを願うばかりなんですけれども、もちろんそれなりの対応策は取ってると思いますけれども、なんせ台湾全土ですから、どこでどういうねえことがあるかわからないということで、はい。で、ただこの台湾の感染騒動って今始まったところなんですね。でこれから被害というのがどの程度になるのか、経過を見守っているところもある。で早く言えば、まあちょっと露骨なんですけれども、これでこの度のあの感染でどのくらいの症状になって、どのくらいの方が回復されて、どのくらいの方がね、こういうことになるのかっていうデータがまだないんですね。で今日のあの政府発表ですね、そこではとりあえずこの2週間を乗り切ろうということで、今日15日ですよね、28日までのあのちょっと警戒週間、あの日本でいう警戒とは違いますよ。そういう特にあのこの度の感染をケアするっていう運動というかな、うん、そういうのができまして、あのとにかくこの2週間乗り切ろうと。で余計な外出は控えようということで、それでもあの赤スペキさんそうですか、あの何この感染来週ですね、それでもこの旅の流行が収まらないと、感染の広がりが収まらない、で感染者数にこう変化がなかったり、まだ広がっていくようであれば、これはもうロックダウンは仕方がないということで、まあ、とにかくこの2週間で、感染というのを抑え込もうという動きになっています、台湾は。はい、でこういったような話を私あの昼過ぎにあの百田さんにメッセージでお伝えしたところ、まああの百田さんなりのこのクールなお返事がね、あのまさにあのメールマガジンやニコニコ生放送で普段あの百田さんがお話ししておられるような内容でしたけれども、まああのこれからどうなるかだねっていうようなことをおっしゃっておられた。でそしてやはりまあこれは私の考え方ですけれども、現在の日本の政策そのものがちぐはぐですよね。例えばアメリカ、あこれは百田さんがお話しくださったんですけれども、アメリカでもニューヨークかな、ワクチンを導入したことによって、あこれでなんとか感染を閉じ込めたと言ってますよね。しかし日本ってそのニューヨークよりも感染者数ってあのはるかに少ないんですよね。ということは、まあ、これも単純に比較はできないところというふうに思われる方もあるでしょう。ニューヨーク的なレベルから言うと日本の感染って比較的抑えられているということも見方もできる。
はい、ただここら辺はもちろんあの皆さんそれぞれのお考え方というのがあると思います。でまああえて言えば保守派かリベラルかで日本の政権政府の対策への見方っていうのもまるで変わってきますけれども、いくら保守派の方であってもこのコロナ対策の日本の対応っていうのは昨年の2月以来これちょっと褒められたものではないのはわかる。穴だらけですよね。どうしてこういうことになったのかっていうのも、まあ理由は明らかなんですけれども、日本人は家にいろと、外に出るなというふうに言いながら海外からの人を止めないですよね。それどころかこう水際対策、入ってくる人たちの管理もしようとしない。台湾ではタクシーのうんちゃんが情報通なんですけれども、このうんちゃんでさえ日本ってどうしてそうなのと不思議がってた。うんちゃんってすいません、タクシーのうんちゃんってこれ台湾語ですからね。こちらではお兄さんのことを台湾語で兄さん、父親のことを父さん、それから心地よいことっていうのを気持ちいいって言うんですけれども、そういうふうに台湾語の中にこの日本語っていうのが残ってるんですね。でいつかツイッターでタクシードライバーの方をうんちゃんっていう風に書いたら、なんかタクシードライバーちゃんと運転手さんって言ってあげてくださいみたいなコメントが来たことあるんですけれども、まあまあそれはいいです。何でしたっけ、あ、百田さんですけれども、で台湾もまあとりあえず様子見だと。でこれからもちろん気をつけなければいけないんだけれども、これからの実績からしてもまあ大したことにならないんじゃないかと。でそういうふうにまた大したことにならないといいねという希望的観測ももちろんあるんですけれども、変な言い方ですけれども、まあ、正直に言ってこれからどうなるかっていうところですよね。はい。でこれで感染者数がこう落ちないとなるとロックダウン、実際にはそうなってませんので分かりませんけれども、まず一般企業、それから学校なんかですねが、とりあえずお休みになる。ただ食料品店などはこう空いてる。でもレストランダメなのかな、まあ、ちょっとなってみないと分からないというところはあります。という具合で私かみさんが今もテレビニュース見てますけれども、そのテレビニュース自体がなんかこうテンションが上がってるんですよね。台湾はこれまで国内感染っていうのを徹底的に抑え込んで、死者も合計で12人これまでですよ、でしたから、こういう感染のこのじわりスタートっていうのにちょっとパニックになっている、過剰反応、もちろんきちんと対応しなきゃいけないんですけれども、ちょっと過剰パニックになっているというのは絶対にあると思います。で私はどうかと言いますと、これが、まあ、ちょっと不謹慎ですけれども、まんざらでもないんですね。まあ、ちょっとこういうことを言うと不謹慎ですかね。いつも私サザエさんや意地悪ばあさんの例を挙げるんですけれども、防災対策でサザエさんが懐中電灯、ろうそく、水筒っていう風に備えとしてこのリュックサックにいろんなもの詰めます、いろいろ詰めていくと、そのうちカツオやら何ワカメちゃんなんかが漫画もお菓子もっていう風になって、最後にはワカメちゃんがこう小躍りしながら、もういくつ寝ると来るのなんて宇宙天になってる。でそれを見て波平さんがこう、いつはうちはいつもこうだみたいに顔をしかめているっていうのがありましたよね。まあそれほど極端ではありませんけれども、私は家を出るなと言われればはいというタイプで、まあ、これもツイッターにも書いたんですけれども、仕事の内容とあとはまあ性格もあるんでしょうね。うちでできる作業仕事っていうのが結構たくさんある。まあとりあえずそうこれに入ってるナスターシャ、これのじゃない、これはもうできたんだ、ティファニーの方です。あ、さっき来てくれたティファニーではないですよ。はい。ティファニーズガーデンという私のオーケストラの曲あるんですけれども、実はこれを今4人、2台ピアノ、4人ピアニストの編曲を上げてしまわなければならない。で私もこの毎週の動画も台本シナリオを書いたり、それからレコード聴いたりしなきゃいけませんし、あとちょっと最近ベートーベンの第9のことを集中的に調べているので、家にいるのがもともと好きですし、まあ外に出ちゃいけないんだったら集中してこれらを仕上げていけるなという気もするんです。
で、そんな話を今朝かみさんとしてまして、で、私が、まあかみさんももちろん私が引きこもり型だっていうのを知ってますから、この話してたら、じゃあ演奏会のギャラはどう、ギャラ収入はどうすんのって聞かれたんで、もういいわ、だって金ならそこそこあるし、と冗談めかして言ったら、うるせえお前とかなんとか日本語で怒られまして。日本のドラマ見てますから、こういう言葉ってすぐ覚えちゃうんですよね。まあ大体外国語って悪い言葉から先に覚えますから。何年前かな、4年くらいになりますか、もう台南ですっごい大きな地震が、なんか今日はコメントが盛んですね。皆さんありがとうございます。北原さん、健一さん、あれどこかでお会いしたかな、ありがとうございます。なんか後でコメント順序拝見していきますからね。今日ありがとうございます。4年くらい前に台南で結構大きい地震があったんですよね。違法建築の夫婦喧嘩ですか、すいません、私はこの20年代かみさんと喧嘩したことがありません。はい、議論はしますけれども喧嘩したことないです。違法建築の建物が壊れたり、この地盤の良くなかったところに建ってた高層マンションが、あれがずーんとこうそのまま地下にめり込んで、時なんかもあれも2月の寒い頃でしたけれども、あの地震のあった翌日ですよ。それもかみさんも地震があろうが何にしようが、かみさんの翌日高尾のレッスンに出かけていきましたから、その時も金がいる、とにかく金だとか言ってるので、かみさんが今金って何回言いましたって聞いたんですけれども、それをフェイスブックに書いたら N 教の丸さんが素晴らしい、たくましいとかなんとかコメント書いてくださったんですけれども、あで先ほどもどなたかを聞いてくださいましたけれども、大体うちの会話って英語、フランス語、日本語、北京語、台湾語、全部混ぜこぜなんです。で私他の人が聞いても意味がわからないことが多いと思いますね。よく言われます、我々の会話聞いてて意味がわからないと。はあ、まあね、ちゃんぽんそうですね。はい、あ、まあこの人であれば地震、雷、火事、洪水、日照り、革命、戦争が起こっても、まあ確かたくましく生き抜いていかれるのではないかと思います。はい、でまあ災害もありますけれども、まあ、災害はともかくこの木曜日の停電には参りました。発電所の事故だったそうで、計画停電ということで合計で500万個、400万から600万個というふうに新聞では書かれていましたけれども、午後2時1時半とかなんとかそのくらいの時間に事故発生、一部の地域で停電してますって、このスマホにこのピコーンとこう告知が来たんですね。ただしそのメッセージが来ても停電うんたらかんたらとあっても、台南は全然影響がなかった。で私それを見たらふんふんと思いながら、大したことあるまいと思ってたんです。で3時半かな、事故が終わって1時間、3時半近かったかもしれませんけれども、もう一気にバーンと電源が落ちた。電気止まる時って音がするんですよね、なんか独特な衝撃音で、その途端にもう真っ暗になった。ああ台南もとうとう来たかと思ったんですけれども、さあ困った、何もできないんです。私それこそその時はそのティファニーの、ティファニーってこの曲です、このノリノリの曲。はい、もしご興味おありの方、後でご覧いただければありがたいです。このティファニーの庭という曲の2台ピアノ4人ピアニストの編曲をやってたところだったんですけれども、もうなんせ明かりがないですから、外光だけですよね。それで、データ、それはなかったです。本当にラッキーだったんですけれども、私、洗濯を終えて、パソコンも、集中するためにパソコンちゃんと電源をオフにしてたんで本当に良かったんですけれども、もう明かりがないので楽譜書くことできないですよね。そして次に困ったのは冷蔵庫です。特に冷凍庫で、とっさに頭に浮かんだのがアイスクリームだったんです。
結構長く続いた停電でしたし、これじゃあちょっと溶けちゃうなと思って、もっとも冷蔵庫ってもともと結構霜取りの時、時間なんかがありますから、温度が我々が思ってるほどにこう一定で保たれるっていうわけではないんですよね。これ気まぐれクックさんがの動画で見たんですけれども、例えば釣ってすぐにさばいた魚をこう熟成させるときって、水気取ってペーパー巻いてビニール袋に入れて塩水につけた上で冷蔵しますよね。そうすると冷蔵庫で時たまこのね温度の上下があるときにも、その魚自体は塩水、冷えた塩水に使ってるわけですから、温度っていうのが比較的一定で保たれると。ただアイスクリームっていうのはこれ熟成させてもしょうがないので、仕方ないので、これ溶ける前に食べちゃったんですけれども、まあしょうがないですよね、食べたいわけじゃなかったんですけれども、溶けちゃうよりはマシなので、で温度管理がいい加減のお店で買いますと、もう時々ものすごい、野菜の冷凍の野菜でもそうですけれども、ものすごい状態のアイスなんかありますよね。私あまり好きなタイプではないんですけれども、内側がバニラで四角で、でラムネのシャーベットがこうコーティングしてあるタイプのアイスクリーム、であれ一旦溶けて、それがそまた、まあ、それからまた固まったりすると、あれ悲惨なことになる。見た目でも模様が何とも神秘的というのか、幾何学的というのか、もなかものダメですね。水分回っちゃって。はい。あれはまずくなりますね。まあ、そんなのに出会うアイスクリームとしても、そういう一旦微妙に溶けて、また冷やされて固まったっていうのは、そういうものに出会うのも、確率っていうのも、まあ、なくはないと。はで、そんなわけで真っ暗な中ですね、猫と一緒にこのアイスクリーム食べて、あと電気がなくてできることって何があります？あとできることってお風呂入ることぐらいですよね。それにしかも台湾って日中もうすでに30度超えの暑さですから、もう冷房エアコンが困ると、もうこれは大変に困る。もうじりじりと部屋の温度がもう目に見えてじゃない、なんて言うんでしょう、体感ではもう部屋の温度っていうのが上がってくるんですね。ほらよくありますよね、温度の違いを色の違いで表すモニター映像、感温なんとか感温なんちゃら、あれで行くと、エアコンが効いてる間は、この、画面真っ暗なんですけれども、周囲からじわーっとこう赤い色にこう変わっていくような、サーモグラフィーですか？ありがとうございます、SM さん。そんな風な画像が見えてくるようなほどを思ったら、庭いじり、いやー、だって30度超えですごい暑さですよ。熱中症ですよね。はあ、0609ジェイクさん。初めてじゃないですか？ありがとうございます。ねえ。まあ、そんなわけで、まあ、シャワー浴びて、で、その後暗がりでできることって言ったら、もうあと寝るしかないですよね。ところが、これも、暑くて暗がりの中で寝るって決して快適なものではないんです。エアコンダメどころか扇風機もダメですから。で、なんだか原始人とは言わないけれども、この江戸時代までの日本の人たち、江戸時代までの人たちってこういう生活をしてたんだなという気もした。で、夕暮れ、すなわち活動休止のこの時間なんですよね。明かりで照らすことのできる時間っていうのが今ほどには長くなかったんだなっていうようなことまで気がつかせてもらったんです。で、結局この停電ですけれども、台南に限って言うと一回戻ったんです。で、そこもう一つ、今これ携帯を充電しておこうと思った。もちろんパソコンとはね、これ今スマホを使ってるんですけれども、これにはパソコンとは別の Wi-Fi がありますから、外部との
更新ですよ、外部との更新というとちょっと大げさですけれども、外のこのニュースなんかは見ることができますよね。でそしてもう一つ、実はそのたまたまその時に実は私個人的に大変懐かしい方から連絡をいただいて、ちょっとドキドキしながら連絡を待っていたいましたので、いざ話す時に充電が足りなかったら嫌だなということもあって、それが 70% くらいから 85% くらいになる、充電できるくらいの時間は電気が戻ってたんです。で、ああこれで大丈夫かと思って、またティファニーの話の仕事に戻ったら、またゾロバーンで電力が落ちてしまった。もう私思わずピアノに向かい合いながらこれで笑ってしまいまして、ちょっとね、この、せっかく今一生懸命このティファニー、もう一回上げときましょうかね、一生懸命これアレンジしてるんですけれども、この調子ではちょっと8月20日の私の台湾20周年のコンサートもちょっとどうなるか分かりませんけれども、もし公開のコンサートがダメっていうことであれば、私8月20日にコンサートのプログラムをそのまま2回目の CD 録音に使っちゃおうと考えてます。公開しないでね、レコーディングのセッションにしちゃおうかと考えてる。そういうようなことがありまして、金曜日、それがもう来ようでしょ、で金曜日あたりまでこう大変こうバタバタしておりました。で、その CD の方なんですけれども、私の作品集 CD、皆さんに本当にお申し込み、盛んにお申し込みいただきまして本当にありがとうございます。ただやっぱりというのか、思いのほか時間がかかってるようなんです。先週の金曜日に出したのに、今日もうすでにもう土曜の夜なんですよね。でどなたからもまだ反応がないということは、まだ届いてないんですよね。土日を金土日でしょう、土日挟みましたけれども、日月火水木金、もう8日目ですよ。もうお待たせして本当に申し訳ありません。やっぱり飛行機、空の便も普段より少なめになっているようで、まだ届いてない、そうですか。ペースに乗ってうまいタイミングで5日で着くというような状況ではないのかもしれない。日本の方も緊急事態宣言ですよね。その緊急事態宣言というのが日本国内の郵便事情にどう作用しているのかわからないんですけれども、間違いなく確実に発送しておりますので、皆さん申し訳ありませんけれども、週明けまでお待ちいただきたいと思います。船便が高騰している EMS でも3日っていうふうにはいかないかもしれないですね。で、あと一件もう一つ確認をお願いしたいんですけれども、ちゃんとこれクッション材に梱包した上でさらにクッション封筒に入れてるんですけれども、同じ状況で台北に発送したものがプラケースがこれひどく傷んだ、割れていたものがあったようなんです。でこれも以後気をつけたいと思いますけれども、皆さんもし届いたものでケースの破損状態なんかがあまりにひどいという場合はお知らせください。代わりのケースを送らせていただきます。とにかく私自分の曲がこれ大好きでして、飽きもせずに聴き続けてるんですけれども、とにかくこの CD を開けてうわっと、でブックレットを読んでいて、おっというアイデアが隠れておりますので、皆さん本当にもうご期待いただきたい。もちろん内容の方、 CD 本体の内容の方もですけれども、ご期待いただきたいと思います。で、発送が一番早くて確実といえば EMS ですけれども、こういう時期ですから EMS であってもひょっとしたら3日以上かかる場合があるかもしれません。はい、ということで相変わらずですけれども、お持ち込みお待ちしております。ここにちょっとスピーカーの上にありますけれども、ちょっと CD 遠すぎますね。なぜか今停電、大丈夫でしょうか。まず私の作品集 CD のみの場合は送料込みで2800円、そしてかみさんの CD ですね、シュースーランのルク、ラベル、ブラディゲルフ、そして私徳岡の作品集、こちらはまた送料込みで2400円で、この1と2両方をご希望の方は割引価格で
2枚で、5000円しかも送料込みということで、お届けいたします。でこの1番2番もしくは 1プラス2ということで希望の商品番号っていうのをお書きの上ですね、こちらの方まで、PayPal でお申し込みいただきたいと思います。PayPal のこのメールアドレスがこれです。はい、アカウント名と高価なおきですので、はい、なるべくお注文いただいたらすぐに対応するようにして、遅くとも翌日に発送というのを心がけておりますのでよろしくお願いいたします。でも台湾在住の方はですね、このこちらのボーカーライのサイト、これがすでに出てますので、これ日本からはちょっと確か香港あたり、あと大陸もできるのかな、申し込みできるみたいですけど、ちょっと日本は以前何かトライしてくださって途中でエラー表示になってしまったっていう方がいらっしゃいましたので、私の方に直接お申し込みいただければと思います。あ、よく喋りましたね早速。うん、やっぱりグラスの重みが違いますよね。はい、でこの後は通常東洋さん、通常のエアメールと EMS で日本台湾間の到着の差を2日ぐらい、そうですよね、 EMS ってどんなに遅くても3日で着きますよね。それで普通航空便だと5日から1週間なんですよ。でもこの度はどうも10日から2週、1週間から10日っていう風に言わなきゃいけないみたい。本当に皆さん申し訳ありません。間違いなく発送しておりますので、もう少々お待ちいただきたいと思います。横澤さん、700円のボルドーで酔ってます。そうですか。ドイツはバラバラ。なるほどね。あ、パルシファルの聖杯ね。さあ、加藤さん、さすが。はい。これは、これを捧げつつと。いや、ルカマリーさん大丈夫です。コメントなんか結構前までたどれるみたいですよ。コメントに戻りましょうか。ほら、ポンちゃん2012さんまで戻りました。こんばんは、こんばんもよろしくお願いします。こちらこそ。田中さん、バスのドライバーが仕事中に便乗を買っていた。そうですね。タクシーのドライバーなんかの人でも多いですよ。あれやっぱり口の中、良くないんですよね。ガンまでいかないけど、はい、この辺のガンになる、舌切除したなんてっていう方で、喫煙とともに便乗愛好者って多いですよ。はい、いろんなデマが流れてた。あそこの店がまだある、あそこの店に頼めばパックヤードから出してくれる。なんだろう、便乗かな。去年の今頃マスクがなかった。すごい昔の気がする。はね、まあマスクは配給制になりましたからね。私も台湾の ID カードを持ってますのでよくお世話になりました。で不織布のマスクですから、あれ結構洗いますよ。私未だにさすがに1年前のマスクは使ってますけれども、数ヶ月前のマスクって1日1回使って、2回くらいはリサイクルしてました、洗って。はい、あれ持つんですよね。どちらかというとマスク本体よりもこの引っ掛ける紐、ここの方が先にダメになりますね。はい、洗濯が趣味です。はい、洗濯趣味です。もう例えばヨーロッパって水の質も違うんですけれども、温度セットができるんですよね。で昔のヨーロッパはね、いろんなペストとかなんとかそういう流行病もありましたから、洗濯っていうと煮沸除菌っていう考え方があって、結構洗濯物を煮るっていう感覚があるんですよね。で温度設定も高いです。日本ですとお湯でもそんな80度までないでしょう。80度で服洗います。でもヨーロッパの方に行くと温度設定がもう40度、60度、80度とか、そんな感じですね。はい、で洗剤を使っても泡立ちが良くないんですよ、水の質が違うので。なんか余計な話を。コロナの初期に日本にいる、はい、マスク転売ありましたね。はい、台湾もきちんと、あ、ドラム式です。はい、あれをがコントロールされてたんですけれども、なんか感覚あるんですよ、微妙なところで。はい、安原さん、昨日のクライバー楽しめました。ありがとうございます。80年代90年代にはクライバーチェルビラッケシノポリに燃えてます。そうですか。
あの頃全盛期でしたもんね。はい、そうです、加藤さん、あの粉末洗剤、はい、今のね、もう昔はこれでしたけれども、今はスプーンですよね。はい、あのスプーン一杯でなんとかってコマーシャルの文句があったような気がしますけど、あ、くまっぱつぶしさんが二層式が好き、今二層式買えないでしょう、よほど探さないとダメですよ。はい、私もどちらかというと、あの二層式派でした。注水すすぎとかゾクゾクしますよね、あ、なんか変な洗濯機が壊れたの、コインランドリーが洗濯板使ってます。あ、なるほど、まあそれは言うがない、あ、洗濯板ね、はい、ただね、あ、まあまあまあいいです、わらく、そうですね、ちょっと山本さんのお店、あの5月末まで、あの閉めてらっしゃいますので、ちょっとあえて、あの皆さん、新橋のわらくさんっていうことだけ紹介しておきますけれども、あのメロディア版が飾ってある お魚の美味しいお店ということで、はい、私もう日本に帰ることができるようになったら、ぜひ山本さんの店でオフ会などしたいと思います。ティファニーまだいるのかな、ティファニー、ハイザイマン、ニハイザイマン、インガイブザイバ、アジフライ、そうですね、季節が合えば当然牡蠣も、はい、私美味しい、あのね、白身魚のお花、お刺身なんかをいただきたい、薄造りの類をいただきたいと思うんですけれども、マグネシウム、そうでした、はい、あのマグネシウムで、綺麗になるんですよね、あの洗剤買わなくても、はい、あ、この辺拝見しましてね、ミラノとナポリ、マグちゃん、マヌカン、あ、この辺ね、なるほど、マグネシウム、そうです、洗濯機をアルカリ性にすると油汚れも近い、あー、なるほどね、なるほど、外国語ペラペラじゃないですよ、大体私がなんでカミさんと英語、フランス語、北京語、日本語、まマズコで話してるかというと、私はそのどれもがなんか微妙なところがあるからなのであ、台湾おでんね、ちょっと日本の方は、これっていう風に思われるかもしれない、ネタ自体が結構違いますし、日本にないあのヤーシュエっていうんですけれども、カモの血って書いて、カモの血で、あのを煮込んでゼリーみたいなの作るんですね、それにご飯を入れて、まあ、あの濃い紫色みたいな感じになるんですけれども、それでお米の粒があると、そういうゼリー状になるんですけれども、ようかんみたいな感じ、それを煮て、あのお醤油でいただくんですね。例えばそういう具材もありますので、日本人からしたら、え、これがおでんっていうような、あのからしもないですね、こちら独特のちょっと甘いだし、甘いあのつけだれ、はい、それが無料でついてきます。なのでおでんといっても、まあ、台湾風ですね。あ、この辺はネタ、皆さん真面目ですね、私冗談で言ったのに皆さん真に受けてくださってすいません、これも私が悪いんでしょうね、はあ、名古屋から味噌おでんを緊急輸出これは美味しいでしょうね、やっぱりラーメンとね、おでん、この辺はね、台湾どうもかなわないんですよね。加藤さんが真面目な話してらっしゃいますね、英国型の変異株だとこれまでの抑制策では通用しない可能性がある、本当にそうですよね、日本でもそうなってますよね。高須先生、あのお父様の方、三木谷先生じゃない、勝谷先生の方がツイッターでお怒りでしたよね。だから言ったのに、もう知らんわみたいなことを言っておられました。うち、カスペギさん、うちの会社からもついに出ました。そうですか。まあ皆さんね、明日は我が身ですからね。はい。そうですね。どこかの自分ファーストね。はい。自分ファースト。うまい。またゾロは、あの有本さんがお怒りでしたけれども、無理もないですよね。東京もロックダウン、日本の対応反面教師、いや、そこまで台湾はあの嫌味ではないです、ほとんど報じられてないですよね。で、どうしてっていうことになってる、そのぐらいで、台湾は台湾であの防護策を取るよっていう感じですね。百田さんがまたワクチン打つのやめようかな、あ、台湾製のワクチンって7月にできるみたいですよ、はい、台湾がなぜこう遅らせてるかっていうと、世界各国のこの数種類のワクチンの浸透とその副作用っていうのを検あのチェックしてるところもあるんですよね。で、それよりもいいものを作ろうということで、今いろいろ試行錯誤してるみたいです。インド株にはワクチンが効かないね。ええ、エースケ、あ、有野部さん、はい、アメリカではゲインオフューションだ、はあ、
これだけネットが複雑普及してねえ、情報を取りやすくなってるのに、それでもまだこういう状況ですもんね。カンソンサさん、私は打つ予定なしです。はい、私もなるべくというか避けたいなと思ってます。さざ波ね、鎖国今からやってもね、危機対応って一番ね、政府がここぞっていう力の見せ場ですよね。一番の力の見せ所で一番どっぺりましたからね、日本はね。もう台湾は遠慮ないですよ。インバウンドがどうとか、国賓来日、来台とか、そんなもの全然話題にもなりませんから。国会が一番リモートに向いてるんじゃん。本当そうですよね。だって国会はだってあれ行かない人もいますからね。はい。行かない議員もいますからね。外国人シークレット2週間待機してる。ムーティーも結局行きましたもんね、日本。はい。オリンピックね。まあやってほしいとは思いますよ。ただ私、この状況でやっても楽しくないんじゃないかなっていう気もします。個人的には。もちろん、これ簡単にやめろとかやれとかっていう問題じゃないんですけれども、インド株の様子見、そうですか。やっぱり皆さんさすが、台湾より状況怖い、詳しい謎、情報の方が多いですね。はい。金が欲しい、金だの話ね。はい。金だとか言って、金って何か言いましたと。半導体不足、この辺の、なるほどもね、ありがとうございます。オリンピック明るい話題になるといいんですけどね。はい。北海道の停電、そうですか。大パニックでした。冷蔵庫はぎゅうぎゅうにしておけば大丈夫。いや、私あまり我が家は貯蔵しないんですよね。カビのような匂い、何でしょう、トリュフでしょうか。北海道では停電の時にバーベキュー、なんか聞いたことあります。なるほど。全部捨てた、そういう場合もあるでしょうね。はい。停電時は冷蔵庫開けてはいけないらしい。はい。急激、一回開けるだけで急激に温度落ちますからね。上がっちゃいますからね。はい。開けない方がいい、それは確かです。電気がなければ給湯器、うちガスですから、はい、大丈夫です。 iPad しか使えない。風呂、はい、シャワー浴びました。庭いじり、太陽光のきつい台湾ではちょっと庭いじりは勇気いりますね。もう蚊がすごいですしね。はい。私のツイッターご覧になった、真っ暗、あれちゃんと自撮りしてる。ただ部屋が暗かったもので、真っ暗と、あれもし明瞭度っていうのを上げてると、それこそ映画の呪音みたいに私の顔が出てくるかもしれないです。なるほど。ほぼ追いつきましたかね。はい。ありがとうございます。ドイツはバラバラ。武田恒康先生の署名活動。ありますね。はい。あれも、五輪反対の署名活動だけはニュースになりますけれども、五輪賛成の署名活動ってニュースにならないですよね。はい。ちょっとこれはどうかなと。緑のたぬきってエースコックじゃない、そばの方は美味しいですけどね。はい。そうですか。はい、ありがとうございます。追いついたかな。そうなんです。いろいろありますけれども、日本と同じ状況になっているような気もするんです。日本が辿ったコースっていうのが、これから台湾で再現されるのかな、みたいなこともありますけれども、台湾政府の姿勢っていうのは明らかに日本と違ってますので、これは仕方ないと、みんなが何かこういう方策が出ると諦めるみたいなところもある。私も去年からもう普段以上になるべく外食をするようにして、タクシーも乗って、メロディア版だけは台湾では買えませんから、 LP は海外からレコード買ったりしてますけれども、でも台湾で結構、岩本さん、すいません、毎回ありがとうございます。また岩本さんからスーパーチャットです。こんばんは。はい、こんばんは。
勉強になることばかりで感謝しております。いいえ、皆さんから教えていただいてるんですよ。先日のクライバー、こんなに CD が出ていたので日本公演探したいと思います。先日のフルトヴェングラーベルリンフィル大工青トーチ版、またまた4楽章だけでまた懲りずにレニングラードガスト 61VSG 版を購入した。素晴らしい、61で青トーチの VSG があるんですね。へえ、やっと2枚揃って版質も今までで最高レベルのピカピカ版でよかったです。先生、皆さん、くれぐれもコロナ変異種には、変異型には気をつけてお過ごしください。岩本さん、どうもありがとうございました。いやー、青トーチで、すいません。またマニアックでお分かりになる方とならない方あるかもしれませんけれども。そうですか、おめでとうございます。さぞやお高かったんでしょうね。はい。スーパーチャットありがとうございました。そうなんです。で、私も台湾国内でレコード買ってますし、なんとかこう台湾のね、内需拡大に協力していかなきゃとは思ってます。まあ私の使う範囲なんて、微々たるものの、さらに微々たるものですから、これ大したことないんですけれども。というわけで、来週私早速コンサートあるんですけれども、まだ決まってないんですよ。5月19日のコンサートどうなるんでしょう。斉藤秀夫さん先生作、編曲の感動的なバッハシャコンヌっていうのを久しぶりに演奏するんです。あ、61VSG 版はわからない。カンソンサさん、また後で、忘れてたら、質問してください。お話ししますので。そうなんです。これコンサートを先週かな配信っていう風に、ネットコンサートっていう風に決まったっていう風に言われたんですけれども、昨日今日でこれでしょ。ちょっと私どうなるかわからないので、コンサートがあるとしたら配信で、しかも私後ほど私個人でこの動画を上げることもできます。しかしこれコンサート自体がないとなると、これはこれでちょっと残念でしたということになる。またお知らせするようにいたします。はい、ということで1時間経ちましたね。ちょうどよかった。前半終了かな。いいタイミングですね。先週映像がの状態が良くなかったり、こう時々中断してくるくるが出たって分かりました。先週って私スマホの例の何でしたっけ、接続スマホ、パソコンを変えてからいろんな設定を、これ私めんどくさがりなもんですからやってなくて、放送直前15分前になって、あれこれスマホでできないわと。で、それで慌ててまして、実はスマホの Wi-Fi を使って放送してたんです。で、部屋のうちのここにあるこのパソコンの Wi-Fi じゃなかったんですね。なので微妙に電波が弱くて、と映像のクオリティも良くなかった。あ、新田さとりさんいらっしゃい。あ、CD お申し込みありがとうございました。はい、というわけで、もう私無駄に電話のこのスマホの Wi-Fi 無駄に使っちゃいましたし、皆さんには先週クオリティの良くない状態で、まあ私の面なんぞですね、この Wi-Fi の違いで鮮明に見ていただいても、まあいいことないんですけれども、はい、まあいいや。ということで、CM タイムです。今日もよく喋った。チャンネル登録の方も1万人を超えてから、やっぱり YouTube の方では輝きが違うと。ありがとうございます。より磨きがかかってますね。はい、チャンネル登録の方も1万人を超えてから YouTube の方でもこう盛んにシェア、露出の回数が増えたんでしょうね。順調にこの登録者っていうのも増えております。貯金残高と、あ、舞茸さんありがとうございます。チャンネル登録いただきしました。ありがとうございます。はい、貯金残高と同じでですね、この登録者っていうのが増えていくと励みになりますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。登録していただきますと、あ、登録した上でベルマークがあるんですけど、これないんですよね、ここには。金、こういう、チリンチリンチリンの金のマークがありますので、これをクリックしていただくと、徳岡が今、何かの情報を公開したとか、徳岡がこういう動画をアップした。あと、もうすぐ、プレミア公開が始まる、生放送配信を開始したというような情報が逐一いきますので、それがめんどくさいという方はチャンネル登録だけで、十分ありがたいです。細かい情報を知りたいという方はベルマークをクリックしていただくと、通知もオンにしました。ありがとうございます。百田さんはもう最近日本国旗の新しいバージョンでもう執筆に没頭しておられますので、今日私先週かな、 CD をお送りした後一回なんだっけ、
CD をお送りして、で、今日はこの台湾のこのコロナの話をしたんですけれども、今は夏の騎士、夏の騎士の文庫のゲラ構成ですね、なんか終わられたみたいですね。日本国旗まだまだ第8章のところに、8章あれまだ続くんですよね。はい、というわけで時々百田さんも来てくださることのある生放送ですけれども、始まったよっていうのをお知らせできますので、ぜひチャンネル登録とベルマークのクリックっていうのをお知らせをよろしくお願いいたします。で、 Facebook ではこの届かなかった、そうですか、失礼しました。Facebook ではこのヒストリカル&モデルンというのでマニアックな話を私時々シェアしております。それから Facebook では私の本業ですね、この指揮作曲の方の、なんかカスペギさんも詳しいですね。カスペギさんってメロディアの動画、メロディア版の動画にコメントくださった方でしたっけ。はい、ありがとうございます。はい、これ Facebook、 私の本業である指揮作曲の情報を公開している直木と効果のページです。それから Twitter の方はこれもまた本業で、アカウントを持っておりますので、フォローの方をよろしくお願いいたします。で、今日は生放送ですので、さっきもうすでに岩本さんなをはじめ、あかなさん、それからね、いただいておりますけど、スーパーチャット投げ銭が可能です。このコメント欄の下の方にあるドルマーク、もしくは円マークをクリックしていただきますと、文字数、表示時間、金額が選べるようになっております。スーパーチャットでいただいたコメントは必ず読み上げるようにして、質問にもお答えするようにしたいと思います。で、私、スーパーチャットくださった方のお名前、ご本名と金額がちゃんと記録しております。日本に終わった時に行った時のオフ会で、そういうチャットを特にくださってる方と一緒にお話しできる機会があるなといいと思ってますし、今申し上げましたように8月20日私の台湾在住20周年記念演奏会で、ユースオーケストラ、今だんだんちょっと人数が膨れ上がってきてるんですけれども、彼らのですねお弁当代に回させていただきたいと思います。まあせっかくね演奏に出てくれる子どもたちに1段ではなくてですね2段重ねのお弁当を出してやりたいなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、じゃあ七井コーヒーロースタリーもご紹介しておきましょう。私の国立で大変お世話になった星野先生が今益子で美味しいコーヒーの焙煎のお店をやっておられます、七井コーヒーロースタリー、ここは緊急事態宣言関係ないのでネットでぜひ、はい、還元する、ありがとうございます。私別に生活に困ってるわけではありませんので、このいただいたチャットは有効に使うようにさせていただいております。はい、七井コーヒーロースタリーさん、 Facebook もありますし Twitter もあります。ぜひ美味しいコーヒーがお好きな方、私コーヒー飲むとどちらかということ心拍数が上がって、その代わりコーヒーチョコレートとかアイスクリーム、コーヒーゼリーの類は大好きなんですよ。コーヒーそのものはやっぱりね、岩本さんね、とても美味しいコーヒー豆をいただいております。はい、おすすめしておきます。じゃあ岩本さんのお店もちょっと検索しましょうよ。で、とは言っても5月30日まで、31日まで閉店しておられるんですけれども、はい、なんとですね、全国広しといえどもクラシック音楽フルトベングラーがお好きな店主さんが経営しておられるお店ってなかなかないと思うんですね。結構ね、結構というよりもこれ評判も高いですよね。皆さんぜひこの緊急事態宣言が明けましたら、ぜひ岩本さんのお店、こちらおすすめです。で、入店される時にどうぞ明るくマニアックとおっしゃって板場の岩本さんにお声掛けしてみてください。星さん、星重則さん、声楽をやっています。そうですか。来月コンサートの予定なのですが、無観客での収録配信という形で開催になるかもしれません。無観客の経験がないので不安です。徳岡さんは無観客での演奏の経験は終わりですか。ないです。これまでにちょっと、あまり言えないんですけれども、コンサートの演奏がよく、出来が良くなくて、私満足できなくて、演奏を会後ですね、お客さんが帰っていただいた後にオーケストラだけ残って撮り直しをしたという経験、それは無観客でしたけれども、この度のこの肺炎のコロナの影響での無観客っていうのは来週以降が初めてになります。それから一件すでに録画でやるっていうふうに言ってきてるオーケストラもありますので、それもまた初めての経験になります。どうなんでしょうね。私個人的に見たのは沼尻さんが琵琶湖でやられた神々の黄昏、
はい、あれは私個人が個人的に見た初めての無観客演奏ネット中継だったんですけれども、あの神々の黄昏もどっちかの演奏が良かったんですよね。初日かな、2日目の方が良かったのかな。なんか初日と2日目でダブルキャストでオーケストラもちょっと出来栄えが違うなと思って、私どちらかの方が良かったなっていうふうに思った記憶あります。はい、赤松さん、存じ上げてます。はい、神戸にコーヒー館フルトバングラーっていうお店あったんですよね。はい、それ聞いたことがあります。はい、というわけで岩本さんのお店、ご紹介しておきます。ぜひこの緊急事態宣言が明けた、そうですね、無観客コンサートはマグネットフォンコンサートですよ。はい、ウラニアのエロイカって今でいう無観客演奏ですからね。はい、200人超え、ありがとうございます。あ、シティフィルの、指輪、まあそうですか、いいですね。あれ、指揮誰でしたっけ？コバケンさんじゃなくて、飯森さんかな？どうでしたっけ？ウラニアね、はい、ウラニアに会えるかと。遠藤さん、初めて飲む、観客の鑑賞は、ウィーン公立歌劇場の無観客バラの騎士。日本に来ると思うかと思ったけど、亡くなった。あ、やはり飯森さんね。ははは。なるほど。私、飯森さん、面識ないんですけれども、大体日本の指揮者で私、面識があるのって、佐渡さんと下野さんと寺岡さんと、あと金山さんとか、そのくらいなので、あんまり日本に棒振りの友達、知り合いっていないんですよね。はい、無観客の時には明らかにホールの音響を変えます。ベルリンフィルハーモニーのホールでも、今、そのホールの特性、残響時間を示すときに、満席時で何秒、空席の時で何秒っていうふうな言い方をしますよね。今のベルリンフィルで、ホールで、無観客の時で3点何秒ですよね。で、理想の音響が何秒でしたっけ？ 2 点何秒とかってちゃんとあるんですよ。明らかに、もちろん、お客さんがいるときといないときで、ホールの音響効果っていうのは変わります。某宇野さん？なんか本当に、ちょっとなんか、私自身困ってるというか、戸惑ってるんですけれども、Google なんかで、徳岡宇野候補って検索してくださる、してる方って結構あるらしいんですよね。私、出来心というか、生放送でたまたま、ね、いじった動画がこれほど、話題になるというのが、どう思わなくて。中には、真面目に、怒ってこられる方もあるんですね。私も面白いので、まあ、私がこういう性格でしょ。ですので、また逐一それに反論させていただいたりしてですね。はい。まあいいや。ワインなくなっちゃった。やっぱちょっと物足りないな。美味しかったですけどね。飲みやすかったです。面白かった。いやー、それパシフィックさん、それを面白いと思わない方もいるんですよ。ねえ、宇野さんってやっぱりああいう形の論評のしたか、方法だったでしょ。それが悪いとは言いませんよ。ただ、宇野さんも他人なんですよ、聞き手の誰もからすれば。で、たまたまこういう、そういう強い形で、こういう踏んであると言えよう、で、切れば血が出ると言えよう、あと何でしたっけ？命をかけた遊びと言えようか。命を遊びとかけた遊びって何でしょうね。目をつむって横断歩道を渡るとか。ね、明らかに、エイズ患者と分かってる人。まあまあいいや。話がどんどんこういうふうに方向になっていっちゃうんですけれども。それをまともに受けて、もう宇野さんの耳になったつもりで音楽聴いて、良い悪いっていうのを論評してる方っていうのもあるんですね。そういう聞き方って楽しくないですよね。何が面白くて、宇野さんのポイントで音楽聴いて、あれこれをいい悪いを決めて、そうだと言えようなんて言わなきゃならないんですか？ ねえ、まあ、ということもありまして、まあ、ちょっと宇野さんいじりの動画をやってみたところですね、思いがけず反響があったので、それ動画で切り出しも作ったんですけれども。 まあ面白いですよね。日本ってほら、カラヤンでしょ？それもあるんですよ。日本ってって、まあ大体そういうまとめた、簡単にまとめた言い方ってしちゃいけませんけれども、どちらかというと欧米のファンって、
俺はこう思うんだ、俺は誰が何と言おうとこの演奏はこうだと思う、だから好きなんだ嫌いなんだっていう意見があるんですね。で、批評家の批評文っていうのとそれを比べるんですよね。俺はこう思うんだけれどもこの論評家はこう言っている、分かっちゃいないなとか、おお面白いなとか、そういう楽しみ方をするんですけれども、やっぱり日本人って真面目なんでしょうね。やっぱり音楽ってこの主観的なものですから、自分がこれ好きなんだけどもいいと思う、これは本当にいいのかな、もし人がわあ分かってないな、この分かってないっていうのもくせ者なんですけれども、じゃあ音楽で分かるって何っていうことになるんですけれども、そういうなんていうのかな、自分が気に入った演奏をより褒めてくれる批評があれば嬉しいし、それをけなされたら、それをあ、じゃあ自分が好きだと思うものって間違いなんだって思っちゃわないでほしいんです。自分が好きなものって誰が何と言おうと好きなんです。それって自分のかけがえのない財産でもあるんですよね。で、だって皆さん近所でもどこでもいいですけど、あ、ダンノさんいらっしゃい、ありがとうございます。 CD とっくにお送りしてますので、すいません、先ほどもお話ししたんですけれども、台湾土日挟んでましたし、今さすがに台湾でもちょっと感染っていうのが出て、日本台湾間のこの空の便っていうのが以前より少なくなってるらしいんですね。もう遅くても週明けと思ってますので、気長にお待ちいただきたいと思います。ただ宇野さんのおすすめの1枚見ると意外にカラヤンが多い。そうですよね。だってブラームスの1番だってそうでしょ。それからチャイコスキーの悲壮もそうでしたよね。あとベートーベンはさすがになかった。まあなんかかんかあるんですよ。はい、そうですね。酷評してたら、ああそういう考え方もある。いや、それが日本ってやっぱりどっか音楽をこう教養としてる、して聞いてるところがあって、これが先ほどちょっと中断しちゃいましたけれども、自分のお気に入りのラーメンだったら何のことないですよね。誰が何と言おうとこのラーメンうまいんだとか、悪趣味、いい、大きなお世話ですね。それこそ大きなお世話です。でこのラーメン自分は好きだ、で友達が食べに来た、うわーまずい、君悪趣味だねって、これ会話まず成り立ちませんよね。それ音楽もそれと同じで、自分が好きであればそれでいいんですよ。お、やっとディスコグラフィーが完成して、ちょっとまた後で、じゃあ旦那さんのその話を伺いたいです。自分が好きだ、面白いんだ、美味しいんだと思ったものはそれでいいんですよ。他人がどうこう言おうようがない。それをどうも宇野さんのようなペースで、加藤さんそれ面白いですね。宇野氏の票をもてあそぶツイッターはある、へえ、きちんと対峙して伸びているものが見当たらないこと聞いてだからそれも結局そういうツイッターのを作るっていう意図ですよね。それを信じてその考え方を浸透させてようとする人が未だにいるのか、もうギャグとしてそういう風な扱い方をしている人がいるのか。すいません、ちょっと暑いので休憩しばらく、音がうるさいですけれどもエアコンかけます。押し売りダメ、本当そうですよね。はい、料理のガイドブックだったらここまで悪影響っていうのを、フルツベングラーが、マーラーはもうワルターに任せた、モーツァルトじゃないですか、モーツァルトはワルターに任せた。そう、それもあるんですよ。あの頃の批評って出典がわからないものが多い、聞きかじりで書いてる。その最大の問題がバイロイトの大工のフルツベングラーのスピーチですよ。私もこれもね、なんで私正しいことをシェアしてそれに怒ってくる方がいるのかわからないんですけど、まあ最も気にしませんけれどもね。はい、バイロイトの大工、はい、フルトヴェングラーにバイロイトの大工でステージに現れたフルトヴェングラーが、お客さんがいるのにオーケストラに向かって、廃墟の中から、虚無の中から、ゼロの中から聞こえてくるように演奏しようって、そんなことバカなこと言うわけないんですよ。はい、で実際にはバイロイトの大工のスピーチ部分、足音入りですね、足音の後に続くフルトヴェングラーのスピーチっていうのをボリュームを上げて聞いてみたら、皆さんスケルツォのファーストバイオリンですがっていう、何のことは練習中の一コマに過ぎなかったわけですよ、あの部分って。そう、それが宇野さんの創作活動、まさにそうかもしれません。はい、私は宇野さんの批評は批評としていいと思います。私別に宇野さんが嫌いなわけではない、ただまあ好きでもないですけどもね。はい、そういう批評家の中の一人なのであって、私自身は
宇野さんの評論に従って CD 買おうとは思いませんでしたし、まあ良いと言っておられるものは買うものもありました。いや宇野さん幽霊がないですよ。たまたますでに自分の持っているもので聞いてみようと。山本さん業務連絡、はい、業務連絡。そうなんです。一応読みますよね。はい、カンソンさんはまさにその通りなんです。一応読みますよ、うん、あの時代にマーラーやってたのはワルター・ヒルベルク。いや、あの頃ってこの日出丸も言ってますけれども、1920年代30年代ってマーラーのちょっとしたブームだったんですよね。今ではレコードが残っていない、名もし残っていないような、あの地味な指揮者っていうのが結構マーラーっていうのを振ってるんですよ。でフルトベンクラーもベルリンフィルの早い時期に1234でしたっけ、2番復活はなかったかもしれない、少なくとも134はベルリンフィルで20年代にフルトベンクラー指揮してるんですね。で、この日出丸があの時期っていうのはマーラーっていうのはちょっとしたブームだったんだと。誰も彼もがこ のマーラーをやりたい、あのステージにかけてたっていう風にですよね。フルトベンクラー3番、巨人も指揮してます。134はフルトベンクラーやってるはずです。はい、まあそういうこともありますので、まあ、宇野さんがね、宇野さんがそういうふうにフルトベンクラーのバイロイトの大工で誤った情報を流したからダメだって。そうですよね、2番もありましたよね。復活も確かやってるはずです。ただ回数は少ないです。もうせいぜいベルリンフィルで1回といったって同じプログラムの定期公演で2回か3回演奏会がありますから、複数回演奏しているはずではありますけれども、1234あたりがもう本当にちょびちょびっとあるくらいで、なぜフルトベンクラーが戦後にさすらうワコードの歌しか指揮しようとしなかったのかっていうのも、実はこの辺もいろいろあるんですけれども、はい、コンサートプログラムありますよ。はい、すいません、ちょっと今隣の本の結構下の方にあるので山が崩れるのが嫌なのですいません。はい、なんだまた宇野さんで盛り上がっちゃった。でも山崎幸太郎さんにもちょっとなだめられました。でも山崎さんとメッセージ、この私はその宇野さんの動画を始めた頃に山崎さんに、まあ山崎さんも ご存知だったんでしょうね、でも宇野さんにも功績はありますよみたいな。山崎さんと大変穏やかな方ですからね。はい、で晩年の宇野さんと対談もしておられるのかな。はい、でもちろん私もそれ分かってたんですけれども、宇野さんには宇野さんの功績がある。特にクナッパーズ・ブッシュなんて宇野さんが紹介されなかったらまず日本で聞かれなかった指揮者ですよね。誰も評価する人がいなかった。まあそういう功績はあるんですけれども、まあうまく言えばそういう存在、大きなし伊藤先生こんばんはね、そういうなんていうかこう規模の大きな存在があるであるゆえに、まあ、続きどころもありますよねっていう風に、はいね、切れば血の出るようなって言ったってヤクザの出入りじゃないですしね。え、まあフィッシャーディスカウのおかげ、はい、フィッシャーディスカウのディスカウのさすらう和コードの歌が EMI の録音がなされたのも、あれたまたま52年のトリスタンとイゾルデの EMI の録音が予定より早く終わったからなんですね。あと2日あると。じゃあここで、サスラーワコードの歌とフラグスタートがいるから、神々の黄昏、最後のブリュンヒルデの自己犠牲の場面が録音できるわということで、あれ急遽決まった、レコーディング計画だった。でたまたまその52年の6月以前にですね、1951年8月19日かな、フルトベンクラーはザルツブルク音楽祭で初めてとフィッシャーディスカウと共演して、その同じサスラウワコードの歌を演奏している。その演奏会も録音残ってますよね。フィンガルの洞窟、マーラ、そして、ブルックナーの5番の交響曲ですけれども、これ EMI でも残ってますし、それから教会系でもレコード化されています。この時に、もうフルトベンクラーは初めてフィッシャー・ディスカウト共演して、その類のまれな才能に、共談した。で、トリスタンとイゾルデで、クルベナール歌ってますから、フィッシャー・ディスカウは。で、その2週間の予定っていうのが、思いがけず早く終わったんですよね。録音が順調に終わって。
まあその辺の話も私以前しましたよね。どこだっけ、あの1952年のフルトベングラっていう動画だったと思います。あ、これこれこれ、はい。だからあのサスラウ・ワコードの歌のレコードが残ったって、あ、オルフェードでも出てますね。51年の8月19日、あのフルトベングラー、ウィンフィルのライブシリーズのボックスで出ています。台中は低水もある。そうですか。はい、まあそんなこんなで、この52年のフルトベングラーっていうのも、私自身は面白い動画だと思うんですけれども、再生回数どうなんだろう。ちょっと見てみよう。最近の、私おしゃべりの動画で1万回越したのってカラヤンのベートーベン交響曲全集、これが初めてでした。次におしゃべりの動画で、見られてるのはあのフルトベングラーのベスト版ですね、お気に入りのフルトベングラーのレコードをディスクを紹介するっていうものだったんですけども、再生回数で、1万回超えたっていうのはこのカラヤンのベートーベン、そうですね、さすがカラヤンです、ご利益あります。ただブラームスはそうでもなかったんですよ。やっぱり情報として、あのベートーベンの方では伊坂さんとあの川口真恵美さんの本を紹介しましたので、やっぱりそういう資料的な面もあのお話しした動画の方がいいんだなっていうふうにも感じました。さて、ライブに行かなきゃ、コメントが見えない。クライバーの第一の歌ね。クライバーはあの時クレンペラーに教え声に行ったんですけれども、あの何も教えてくれなかったっていう情報がありました。エピソードがありますよね。あ、でもあの ORF に音源残ってないんですって。はい、というわけで、もうあんなね、あのモコモコした音の CD しか出てないと、多分あれしかないだろうっていうふうに言われてるようです。フィスカウ君は、はい、スカシッペですね。はい、スカシッペ。さて、あ、今日ちょっと予定外のおしゃべりをしてしまいました。なんでこうなったんでしたっけ。あ、岩本さんのお店をご紹介してからですね。はい、まあいいです。ではあの後半参りましょう。後半スタートって全員集合のいかりや長介さんみたいですけれども、そのクライバーですよ。昨夜の動画はクライバーでして、なんせ、まあ、今お話ししましたけれども、カラヤンのベートーベンの交響曲の解説動画以来、見に来てくださる方っていうのが増えているので、なんだ、じゃあフルトベングラーは見てもらえないのかっていうふうになりがちなんですけれども、なんせ、この私のチャンネルって、永遠にネタ切れがないんですよね。はい。大げさに言いますと、もうネタ切れっていうのないんです。ネタはいくらでもあると。で、始めて以来ですね、幾人ものこの音楽家、演奏家、指揮者を取り上げてほしいというリクエストをいただいているんですけれども、いまだに資料の集まりにくいものっていうのがあると。まあ、例えばアッカーマンなんかもそうですけれども、これアッカーマンも演奏が魅力的なだけに、まあ、アカワンやムラビンスキーというのもぜひ取り上げていこうと思ってます。あ、それからあとメンゲルベルクですね。メンゲルベルクもこの、お話ししたい演奏っていうのがたくさんあるのに、まだ一度も取り掛かっていない。そのくせフリッツ・ブッシュなんかは2回も取り上げましたけれども、あまりにこれ再生回数が上がらないので、一旦休止してます。で、つくづく思うんですけれども、私の動画を見てくださる方、そしてチャンネル登録をしてくださる方、そしてこうして生放送にまで来てくださる方って、こう数が減っていくんですよね。つまり生チャンネル登録をしないで動画をだけを見てくださる方っていうのが圧倒的に多い。で、チャンネル登録をして動画を見てくださる方の3倍くらいあるんですよ。で、生放送って、まあ大体200人前後ですよね。今218人いらしてくださってますけれども。で、そしてよくよく考えてみますと、私、自分自身がそうであるように、もし興味の対象を持ったチャンネルなんか、私自身がですよ、このチャンネル面白いなと思って思うと、もう動画一覧に、言って古い順、新しい順、
そして人気のある動画、そしてない動画と、もう細かく調べ上げるようにして見せてもらうんですけれども、果たして皆さんが私のチャンネルをどの程度ひっくり返すようにして見ておられるのか、これもひょっとしたら、まあ、自分のような詮索癖、検証癖のある方ばかりではないのかもしれない。当たり前ですけどね、以前公開した動画にまで辿ってくださる方っていうのが、もしかしたら私自分で思っているよりも少ないのかもしれないというふうに思い始めたんです。ね、これこそ探索、バルビロリ、そうですね。はい。これこそ探索癖というやつでして、例えば自分の欲しいレコードっていうのがもしあるとすると。で、というのは一旦そういうレコードができると、もう世界中のネットショップを探し回るわけですよね。で、そういうふうな探索の情熱で私の動画はチャンネルを見てくださる方って自分が思ってるほど多くないのかもしれないっていうふうに、当たり前なんですけれども、最近私そういうふうに気がついた。で、以前の動画毎日視聴してました。足立さん、ありがとうございます。まあ、それもなんですけれどもね、以前の動画というのもこれ困りものでして、もう今見てみると、もう喋りも暗いし、スピードも遅いし、写真も音源も使ってない、テロップさえないということで、ちょっと、まあ、恥ずかしいというとなんですけれども、まあ徐々に作り変えたいなというふうに思ってるものもあるんです。で、実際に作り変え、で、来週どうなるんだっけな。来週の動画もなんかもしかしたらリメイクになるかもしれない。ちょっとまだわからないです。星さん、コンセント予防のベトナナでクライバーはハイティングとオケの配置について話し合い。あ、やっぱりね。はい、そうなんです。最初は対抗配置になりすぎたと。ね、はい。対抗配置をやろうとしてたっていうんですけれども、いや、演奏表現上の問題だと思います。はい。どうだったのかな、ちょっとやっぱりそれは現場にいないとわからないですけれどもね。例えばこれ参考になるかどうかわからないですけれども、今吉田さんがおっしゃってくださいました、カラヤンが1951年に初めて、バイロイトの音楽祭に参加した時、これ鳴沢玲子さんが海外ライブの贈り物っていう本の中で書いておられたんですけれども、バイロイトのピット、まあ、バイロイトの祝典劇場の音響自体非常にこの特殊ですよね。特殊なんですけれども、実はオーケストラピット、客席からは見えないオーケストラピットの中のオーケストラ配置っていうのも微妙なんです。大体指揮者から向かって右側に第一バイオリンがいるのが当たり前なんですけれども、バイロイトの場合はなんと第一バイオリンが右側にいるんですね。で初めてバイロイトにやってきたカラヤンは、この第一バイオリンが右側にいるなんてとんでもないというわけで、右側にいるなんてとんでもないというわけで、通常のオペラのように第一バイオリンを自分から見て左側に置いた。ところが音響効果が全く良くなくて、試行錯誤を続けたんだけれども、結局のところ戻したというふうに、元来のセッティングに戻したというふうに言われている。ちょっとそこ実は51年ではまだステレオ録音がありませんから、分かんないんですけれども、例えば音響効果って確かにそういう面で現れてくる場合があるんです。ですからクライバーが実際にその対抗配置をやってみたんだけれども、まあホールの音響的なこともあってうまくいかなかったというのもあって、もしかしたらクライバーがやりたかった。でもクライバー日本でも第一第二なんですよね。第一と第二バイオリンをくっつけた形になってる。で、例えばベートーベンの7番のフィナーレ、一番の盛り上がりのところですよね。コーダに行く前のダンタカタカタカタ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 ンっていう風に、ファーストセカンドでもうベートーベンがそれを想定して書いてるわけですから、左右のケロン放送は両方、はい、そうだったかな、 ありがとうございます。そういうステレオ的な効果っていうのがあるんですよね。ただしクライバーはバイエルンの1986年5月の東京公演でも第1第2バイオリンを隣り合わせている。そこのタカタカタカタンタカタカタカタンタカタカタカタンっていうのも露骨にこういうふうに指揮していますから、まあ隣り合わせで座っているがゆえに盛り上がるというのかな、対抗で聞こえるステレオ効果っていうのとはまた別の魅力が聞こえる
というのを重視したのかもしれない。ちょっとわかんないです。はい、グトールのリングは、はい、素晴らしいですよ。すみません、グドールはグドールでセクションがあるんですけれども、ちょっと今取り出しにくいところにありますので、グドールのリングは皆さんぜひ EMI 版で聞いてくださいね。間違ってもシャンドスのリマスター版を買わないように。はい、あれ中古で探せば良い適当な値段のものが買えると思いますので、英語版のグドールのリングぜひ4部作とも EMI 版で、聞いていただきたいと思います。あ、CK スプリングさん、まあ、いらっしゃい。あ、今ちょうどこれからクライバーの話するところです。昨日の動画が実はカルロス・クライバーだったんです。クライバーの何種類もあるベートーベンの7番ですね。あの中から、まあ一番エキサイティングな演奏はどれかということで、はい、昨日はカルロス・クライバーの何でしたっけ、ベートーベン第7番決定だということで、私久しぶりにこれです、これですので、またご覧いただけるとありがたいです。あ、加藤さん、なんか面白そうですね。突然で恐縮ですが、カルロスのオルフェのベトナナのライブ録音は演奏は素晴らしいのですが、気になる会場ノイズが散見される。日本版よりマシじゃないでしょうか。第4楽章の294小節に入るはずのフルートが1小節早く飛びし、あ、それはありますね。でもそれを言ったら4番もフィナーレのファゴットのもたつきね、もうありますよね。でも日本公演の4番7番よりも82年のベームツイートコンサートの演奏の方がその類のミスが少ないと思います。カルロスに聞かせられなかったのではないか。これもでも晩年にクライバー自身がオルフェオに7番 CD にできないかなって言ってるんですよね。これも私薄木先生、ちょっと話は変わりますけど、薄木先生のお嬢さんゆかりさんと話をしてて、おお、そらさちこさん、こんばんは。でクライバー全員良かったです。あれ素晴らしいですよね。はい、薄木先生のお嬢様と話をしてて、もう演奏会は終わったすぐに薄木先生がその演奏テープを聞かれて、まあ、ちょっとしたミスがあってももうこれはダメだってボツになっちゃうと。で時間が経って聞くのと、その時その終わった後にそのすぐ聞いてみるっていうのとやっぱり違いますし、なんていうのかな、これも、演奏者本人が気にしてる部分っていうのが普通の音楽として聞き手にしてみれば全く気にならないことっていうのもあるんですね。あ、カスペキさん、ありがとうございます。いただきました。カスペキさん、スーパーチャットいただきました。ライブ版好きとしてはクライバーのオルフェオのベトシチ演奏前後の拍手が入っていて嬉しい。日本人ってそうなんですよね。ライブの演奏の臨場感の生々しさっていうのを好みますから。ですが主演後の拍手がカットされたライブ版も確かにあります。はい、あります。アバドのベルリンフィルファイナルコンサート、アバドのファイナルって何でしたっけ。ベルリンフィルの最後、ショスタコーヴィチでしたっけ。リア王かなんかの映像と一緒にやったやつ。ちょっと笠木さん、曲目を教えていただきたい、教えていただけるとありがたいです。私は先週、終演後の拍手はどちらかというともちろんある方、ベルリオーゼでしたっけ、幻想。あれも実は、あ、カスピさん、後でその、ちゃんとカスピさんの話に戻りますからね。もし忘れてたら言ってください。ベルリオーズの幻想って何回もまず放送されてるんですよ。まず FM で。あ、FM というかラジオで。そしてネットラジオで。で、その際にもう音源っていうのが結構出てるなんですけれども、音源っていうのが出回ってるんですけれども、私、ベルリンフィルがせっかくね、豪華赤い本状態の、アバドのライブ全集を出して、ライブアルバムを出すっていう時に、なんでまた今更この幻想を出すんだろうと思った。もっとこれまでに知られてない演奏とか、いろんなどこそこで演奏で、聴衆が静まり返ったっていうような、エピソードのある、演奏っていうのをこれまでいかなる形でも出ていないようなものを出してくれればいいのにというふうに思っておりました。ベルリンフィルのなんとかコンサートってありますよね、ネットの。あれでも聴けるようなものをなんでまた今更 CD で出す必要があるんだろうかというふうに思っ
感じた面もあるんです。で、私あのアルバム実はまだ欲しいんですけれども、実はまだ買ってないんですね。だってCD が生演奏そのまんまなのかどうか分かりませんけれども、私すでに音源持ってるんです。あの FM のエアチェックで、それもエアチェックって言ったって、もう最近はのエアチェックはあのテープじゃないですからね、もうあのファイルダウンロードストリーミングですよね。そういう状態であるので、これを今更、しかもその拍手がなくて、しかももしかしたら複数の演奏から編集されているものを聞かなきゃ、聞くためにこの CD を買うのかという気もするので、そうなんですよね。あ、アバドはですね、ロンドン交響楽団とは終わりの時期にちょっとまずいことがあったんですよ。まあこれもいろいろ双方の主張があるようですけれども、あの時期ってアバドってもうあの自分のロンドンは第二の故郷だ、でミラノっていうふうに言ってたんですけれども、終わりの時期にロンドン交響楽団とちょっと揉めたことがあったんですよね。まあ端的に言うと、これもあのいろいろ違う意見を持つ方もあります。一つはあのノーマン・デブレヒトですね、あの指揮者伝説っていうの本を読んでみるといろいろ書かれていて面白いんですけれども、まずロンドン交響楽団があのクラウディオ・アバドともちろんドイツグラム本に盛んにレコード録音をしてましたよね。ただしあの時もアバドは重要なレパートリーはみんなウィンフィルト録音しちゃうじゃないかと、ウィーンにも客演しなくなったようにも、すいません吉田さん、その話も後でします。実は私ベルリンフィルトのラストコンサートよりもウィーンフィルトのアバドのラストコンサートの方が好きなんです。あの演奏は素晴らしいです。 NHK でも放送されてますけど。でロンドン交響楽団が微妙にちょっとムカムカっとこうレコード録音の契約レパートリーの割り振りですね、そういうもので不服を持っていたというふうに言われている。例えばアバドはウィンフィルトをベートーベンの交響曲全集86年87年代に録音しましたよね。それからあとは何でしたっけ、マーラーの交響曲のもシリーズも続けてましたよね。でロンドン交響楽団とは何を録音したかというと、メンデルスゾーンの交響曲全集、ラヴェルの交響曲全集、あとシカゴだ。あの頃はまだシカゴ交響楽団をアバドが盛んに指揮していましたから、例えばソニーにはアバドシカゴというなあの組み合わせでチャイコフスキーの交響曲全集も録音してますよね。それに比べて私これ単純には言えないと思いますけれども、自分のオーケストラであるロンドン交響楽団で録音させたのがメンデルスゾーンとラヴェルだと、これが微妙だっていうわけですね。あとはポリーニじゃない、あの人ポーグレリッチとの協奏曲なんかもありましたけれども、チャイコフスキーにしろショパンにしろなんかね、こう協奏曲だと、私はそうも思いませんよ。でそれ、いう問題がちょっとね水面下であった時に、アバドが初めて自分の人生で初めてマーラーの9番を指揮したいと、自分のマーラーの9番を自分のレパートリーに入れるんだということで、本当かどうか分かりませんけれども、半年の休暇が欲しい、半年かけてこの曲を勉強してスコアをアンプする、覚えるんだということで、かなりの時間をですね、アバドはもうアルプスの、ね、なんか近くにあるらしい別荘に長い期間一人こもってこのマーラーの9番の楽譜を勉強してたらしい。でロンドン交響楽団とまずバービカンセンターですね。で、モーツァルトのコンチェルトもそうですよね。ロンドン交響楽団ですよね。はい。まあ日本だけじゃないんでしょうかね。交響曲レパートリーの重みというのと、協奏曲レパートリーっていうのと。そうなんです。マーラはロンドン教で発売しなかった。そうなんです。で、その大工を勉強してアバドがロンドンにやってきて、バービカンセンターでコンサートをやったと。もう本当に、ロンドン交響楽団と一小節ずつ練習していった。で、バービカンのコンサートは大成功だった。で、その後アバドとロンドン交響楽団はヨーロッパの公演ツアーに出かけるんですね。で、
そこでの各地の演奏も大成功だったと。よしと思ってたコンサートの終わりの、そのツアーの終わりの時期にアバドが、実は私はこのマーラーの9番をウィンフィルと録音しますっていう風に言っちゃったらしいんですね。そこでロンドン交響楽団からの不満というのが起こった。いわばアバドはまるでウィンフィルでこの交響曲を演奏してドイツグラモフォンに録音する、その下準備をロンドン交響楽団でやったようなものじゃないかというふうに感じたメンバーが多かったらしいんです。確かにアバドはそれまでマーランの9番という曲を指揮したことがなかった。マーランってアバドのマーラっていうのも不思議で、アバドが割と早い時期からレパートリーに入れたと思って、まず2番復活ですよね。あれはタングルウッドでのマスタークラスの終わり、卒業終了の曲目でもあった上に、1965年伝説的なアバドのザルツブルク音楽祭デビューの曲でもあった。そして、その他にアバドが初期から指揮していたマーランの交響曲といえば6番です。悲劇的。2番、6番。それから3番を指揮始めたのも結構遅いです。1977、8年。コンセルトヘボーとかウィンフィルとか、あの辺りでまとまって77年以降に指揮を始めた。それから、4番も結構早かったかもしれませんね。1970年代初めにレパートリーに入れていった。5番も決して早くなかったはずです。1970年代中盤以降ですね。CD 録音したのって80、アナログ録音の結構終わりの方でしたもんね。それから7番も、あれ、デジタル録音が始まったかどうかですよ。で、8番は、アバドの8番って、やっと録音されたのってベルリンフィルトのライブですからね。それから9番、そうそう、で9番が87年5月のウィンフィルでしょというのがあって、そしてドイツグラムフォンのアバドのマーラー全集って1番シカゴ、1番2番シカゴ交響楽団、3番ウィンフィル、3番4番ウィンフィル、5番シカゴ交響楽団、6番シカゴ交響楽団、7番シカゴ交響楽団、8番ベルリンフィル、9番ウィンフィルで、10番のアダージョもウィンフィルですよね。というふうに、明らかに重要な交響曲レパートリーで、あ、照明が消えてくやつはマーラ・ユーゲントでしょう。はい。ベルリンフィルもそうだったのかな。というふうに、どうもロンドン交響楽団っていうのは、アバドがレコード録音の上で我々を軽視してると。まあ、わかりませんよ。どちらも私にしてみれば世界一流の大オーケストラであるんですけれども、あ、ベートーベンはウィーンだ。チャイコスキーの交響曲全集はシカゴだ。あ、ルツルンですか。あ、ありがとうございます。もう一つマーラー9番ありましたよね。マーラー・ユーゲントのやつ。確かマーラーの9番って2つありませんでした。アバドの晩年の、明かり消えていくやつ。マーラー・ユーゲントでもなんかそんなことやってたような気がするんですけど。ちょっとすいません。記憶が曖昧です。というわけで、ロンドン交響楽団とは、アバドはもう、関係が良くなかったと。で、その後ですよね、それが1986、87年でしょ。で、ウィンフィルと、アバドがマーラーの演奏、クバンを演奏してレコード録音したのが1987年の5月ですから。で、その後に、86年から、アバドってすでにウィーンの監督でしたよね。で、ウィーンに移ると。で、89年に、そのベルリン、10月4日に、ベルリンの音楽監督を引き受けるというのは、また別の話になるんですけれども。まあ、というわけで、ロンドン交響楽団とは、もう契約を更新しない、さよなら。というわけで、どうも、その、アバドの、アバドの、ロンドン交響楽団の辞め方っていうのは、あまり、周囲が幸せなものではなかったようです。ということで、すいません、何かお話ししなきゃいけなかったんですけれども、2件ほど、何でしたっけ、マーラーはロンドン交響楽団で発売しなかった、そうなんですね。だからマーラー、だってアバドが、ロンドン交響楽団を活気づけたのとは、マーラー地区列だったんですよね。マーラーと20世紀のウィーンというテーマで、新ウィーン楽派ですよ、シェーンベルク、ベルク、ウェーベルン、これらの曲目とマーラーの交響曲を組み合わせた地区列をやってたんですね。で、その地区列でも、マーラー、アバドは全部自分で指揮したわけじゃないんです。まだ、その当時は、あ、CK スプリングさん、ありがとうございます。
スーパーチャットをいただきました。ありがとうございます。シーケスプリングさん。お休みして、していた間のお休みって、これ行為じゃないんですけれども、足りませんが、とんでもない。徳川先生の CD を購入したいんですが、ペイパルを使ったことがわからないんですが、国内発売を待った方がいいでしょうか。ちょっとペイパルってクレジットカードあれば割と簡単にできると思いますので、ちょっと後ほどお話しした、いたしましょう。日本のアマゾンへの出品っていうのも考えてるんですけれども、結局この前私のかみさんの CD があの HMV タワーで取り扱われたの、取り扱われるようになったのも台湾での発売からなんと半年経ってからだったんですよね。まあ、これは代理店さんの方もありますし、ちょっと CK スプリンさんまた考えます。はい、ありがとうございました。加藤さん、アバトとロンドン教のマーランのライブ録音では83年東京文化会館の交響曲第5番が素晴らしい演奏です。はい、あれ面白い演奏会で、同じ1日の公演が NHK と FM 東京で同時に放送されてるんです。あの2つ聞き比べてみると、結構両放送局の音取りのセンスの違い方っていうのが分かりますけれども、私はやっぱり NHK の方ですね。 NHK の方のあのプログラムも変わってて、マーラーの交響曲5番とラヴェルのラヴァルスという曲目だったんですけれども、それがなんと珍しい、同じコンサートを NHK と FM 東京が同様に収録して放送したというものです。あとアバドのマーラーの5番では、私ウィンフィル1980年のザルツブルク音楽祭かな、あれは私個人的にアバドの一番熱いマーラーの5番じゃないかと思ってます。加藤さんだったらお持ちじゃないですか、海外でザルツブルク音楽祭、イタリアだったと思います。イタリアのレーベルでザルツブルク音楽祭のマスクの商標が入った、日本では輸入版店に入ってこなかったシリーズのライブって結構あるんですけれども、あのシリーズでアバド・ウィンフィルの80何年だったかな、私音源だけ持ってるんですけれども、マーラーの5番が出てる、私あれ東京文化の演奏も素晴らしいですけれども、どちらか一つということになると、ウィンフィルとの80年代のライブですね、あの5番、あれは素晴らしいと思います。市川さん、マーラー9番は94年頃ベルリンフィルドのライブがと FM 東京 FM で流されている。そうですか、CD になったのとは別かな。もうヨーロッパの演奏っていうのも、その全部が全部 NHK で、FM で放送されるわけではない、現地だけで中継っていうのも結構あるんですね。で私ウィーンにいる友人によくお世話になって、この音源のトレードなんかしてるんですけれども、というようなものが、これ実際に聞けるんだっていうようなものがありますよね。ルカマリアさん、バーンスタイン、グラムホンでのマーラー全集はコンセルトフードをウィンフィル、ニューヨークフィルの3つに分けて、録音する企画でした。はい、ただしそれもあの CD 最初に9番が出た時に、これこのオーケストラで予告録音しますっていう予告されている1番2番3番の振り分けと、各曲の振り分け、この曲はこのオーケで、録音します、ウィンフィルではこの曲、コンセルトフードではこの曲、ニューヨークフィルではこの曲っていう風に予定されてたんですけれども、実際に録音されたのはその当初の予定と全く違うんです。だって CD で出たの、今聴ける全集って1番コンセルトヘボー、2番ニューヨークフィル、3番ニューヨークフィル、4番コンセルトヘボー、5番ウィンフィル、6番ウィンフィル、7番ニューヨークフィル、8番ウィンフィル、ザルツブルク音楽祭ですね、で9番コンセルトヘボーだったんですけど、当初レコード芸術に書かれてたものとは全く違います。当初書かれているのは1、2、3、1、2、4あたりがウィンフィル、ちょっと昔私これ動画でお話ししたことあるんですけれども、とにかく当初の予定では今 CD として出たものとは全く違う予定だった。これも想像ゲームですよね。もし例えばウィンフィルでコンセルトヘボーの結局はコンセルトヘボーの大工が出た、私はあれはベルリン版より素晴らしいバーンスタイン1の一番ベストなマーラーの9番だと思いますけれども、例えば
まあ、あれが当初の予定通りウィンフィルとライブ録音されてたらどういう演奏になったかなっていうのことを考えることもあるんです。それから3番ですよ、逆に言えば。あのニューヨークフィルハーモニーとの3番、私あれもまたマーラの3番の私自身の中でももう最高位に位置する名演奏ですけれども、あれも当初ウィンフィルハーモニーとの録音の予定だったんですよね。で、私自身はあれニューヨークフィルで録音されてよかったなと思ってます。ただしこれがまたあのビデオ作品で出ているものと同じように、もし3番をあの1980年代後半にバーンスタインが指揮してウィーンで3番をもう一回録音していたらどんな演奏になっていたんだろうというふうに考えることもあります。はい、何でしたっけ、先ほど私を思い出させてくださいねって言った話があったと思うんですけれども、クライバーなんか録音の話だったんですけれども、ベルリオーズでしたっけ、アバノの話だ、アバノの話したかな。というわけで私あの豪華アルバムまだ買ってないんですよ。輸入版だと5800円、日本円だと7000か8000ぐらいしますよね。まあまあ値段はどうでもいいんですけれども、なんかこれ今までだって私ファイルで聞いた演奏ばっかりなんですもん。これ今更 CD 買うかなと。CDR ですけれども、あれ残念ながら音は良くないですね。マーラの3番ね。はい、ウィンドの3番の最後は泣きました。私あのニューヨークフィルドの3番でも泣いちゃいます。あれは素晴らしいですね。ただあの CDR は確かに同じ時期のあのニューヨークフィルでも、あれ膝上じゃないでしょうか。とても中継放送とは思えないんですけれども、はい、ユニテルのマーラー、ウィンフィルですよ、はい、あれは全部ウィンフィルですね、はい、で9番はベルリンフィルハーモニーホールで演奏したウィンフィルとのマーラーの9番ということになってます。ただあの CDR、まあね、海賊版ですけれども、あれもどうかな、もうドイツグラモフォン版を聞いてしまうとちょっと極端なことを言うと、演奏の魅力を聞く云々という前に、あれあの時の演奏後の拍手が聞けるのねみたいな、あれ復活もありますよね、復活とマーラーの3番、それから5番7番もあったんじゃないでしょうか。あれまあいいや、ありますけれども、ねえこの類ですよね、はい、この類の CD で出てますよね。マーラー2番のバーンスタインス、復活は LSO ですけれども、ニューヨークフィルと録音しなした分もあったんじゃないでしょうか。はい。ねえ、この辺ね、これ時々バッタモンがありますからね。まあこれ自体がもうあのバッタモンなんですけれども、ミュンヘンでの、買っちゃいけないんですよ、皆さんこういうものはね。はい。あの、ミュンヘンでのボエームだって言いながら、あのコベントガーデンでの音のひどいボエームがそのまま出たりしてんですよね。どれだったかな、このレベルだったと思います。これは私さすがにちょっとムカッときましたけれども、まあいいでしょう。今日はあのクライバーのあのね補足ですから、あ、これ皆さん騙されないように、これクライバーがバイエルン国立オペラで指揮したプッチーニのボエムだっていうふうに書かれてるんですけれども、収録データいつからわかんないや、とにかくこれバイエルンのボエムじゃないです。これゴールデンメロドラムで出てたあのコベントガーデンでのモノラルの音の状態の悪いライブのコピー版です。はい、この We Love Carlos のあれシリーズ、もう今ね買う方もないと思いますけども、特にこのボエームには要注意です。はい、これもね75年のあの一番もう良いの感覚をもたらすバイロイトルのトリスタンとイゾルデ、あれ日本で出回ってるのってちょっと音がこもりがちなんですよね。あのベールのかかったような、私75年演奏の一番状態の良い音源っていうのをあの探したいと思ってるんですけれども、まあいいや、クライバーの話も、まあ、後でしましょう。あれ、なんか今コメントいただきましたね、何でしたっけ、あの話をしてください。あ、ライブの拍手カット。そう。というわけで、まあ最近は拍手自体が編集ってこともありますけれども、まあ証拠にはなりますよね。ただ、皆さん覚えておられます？チョン・ミョンフンが
日本にやってきて、それこそロンドン交響楽団だったかな、サントリーでサンサンスのオルガン演奏しましたよね。私まだ東京にいる頃でしたけれども、でせっかくチョンミョンフが頑張っていい演奏してるのに、終わった途端にダンパ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 ーンで終わった瞬間に、あの指揮者の向かいの席からですよ、いきなりもううがーっとブラボーをかけた人がいて、チョンミョンフが見てうわーなんて顔してるの見ましたけれども、ああいうちょっとねえ露骨なのを聞くとは、そんな個人誰かのおたけびブラボーを聞きたいかしらと、かなんかちょっとその場ではいいかもしれないけど、録音として聞くと、あ、 YouTube にありますか、あるかもしれませんね、だって NHK で放送されましたからね、はい、あれをライブ音源で聞きたいかなっていう気もしますよね。もう一つ、私パリで今まで私実際生演奏で聞いた最高のマーラの復活って、あ、ブラボーマンですか、 TBS じゃないんですか、あの東京ブラボーソサエティで TBS っていうんですよ。あれ岩木さんもおっしゃってましたけれども、あれ NHK の録音かな、あの N 響の演奏会なんかなんかでカットして放送すると電話かかってくるんです、なんで俺の声入れないんだって、はい、ちょっとよくわかんないですよね。そうで、生で聞いた私、あの最高のマーラの復活って実は小沢さんがボストン交響楽団を指揮された、私まだ留学中でしたから2000年、1999年、2001年のあたりだったんですけれども、これシャンゼリゼ劇場で聞いた小沢さんのマーラーの復活、私のこれまでの人生で聞いた最高のマーラーの復活でした。本当に素晴らしい演奏だったんですけれども、バーンバーンバーンで終わった後に、これまた下品に、まあそれわかるんですよ、見事な演奏でしたから、もう会場からうぎゃーと叫んだ人がいる、これでちょっと台無しだったんですね。私、まあ、その時のマーラーの2番は聞きたいと思いますけれども、なんていうのかな、あの声混じりじゃなくてもいいなと。います、コンサートでブラボー第一声に命かけてるやつ。まあ違いもあるんですよね。カレヤンは間髪を入れずにうわーっと拍手が入るのが好きだった。アーバードは違いますよね。アーバードはもうあの人自分で拍手を拍手までコントロールするようなところがあって、皆さんはよくね、よくご存知だと思いますけど、マーラのアバドの終わり方って、特に静かに終わる曲はこうですよね。でこれで左手だけがこう残って、でなんかね、口の中をなんかで終わった後にこうバーッと開けて、はい、お辞儀するんですけれどもあれでアバドが手を挙げてたら、あ、そうですよね、指揮棒なかなか下ろせないですよね。で大抵ここに来るんですアバドは。まあそれはいいんですけれども、5分は山口さんオーバーじゃないですか。マーラーは9番は拍手できない、アバド、まるでなんていうのかな、演奏後誰も会場が静まり返ってしまって拍手一つ起きなかったっていうのをなんか作ろうとしてる、そうだと思いませんよ。ただヴェルディのレクイエもそうです、もうそうですよね、はい。94年ベルリンフィルマの拍手聴衆を迷ってた、ほら、だからそれをなんか作り出してたような気もするんですよね。悪いとは言いません、はあ、自己陶酔型、まあね、まあクライバーの終わり方もね、大抵これかこれですもんね、はい、なぜかここに来るという、はい。終わりで意外にポーズを取らないのはチェリビラッケですね。チェリビラッケって指揮してる最中の時の若い時の棒はかなり来てますけれども、終わり方はあの人すごくシンプルですよ。じゃじゃーんでこれで終わりとか、はい、まあいろいろあるんです、はい。動作でね、音を作る職業仕事ですから、はい、演出、そうですね、音がない部分も音楽、確かにそうなんです。例えばいくつかの交響曲で、それこそブルックナーなんかそうですけれども、音が書き終わってその後の小説
休止符の小説にフェルマータ延長が書かれている曲もあるんです。そういうのってじゃあその余韻まで聞かないとその曲を演奏し終わったことにならないのかっていう気もしますよね。まあこの辺もいろいろあるんです。はい、なんか話がそんな方向に行っちゃいましたね。クライバーのホテルで柳の歌とアベマリアなんてブラブしたやつが、東京もそうでしょう。81年のスカラ座、ムゼッタのアリアの終わり、あ、後で音楽続いてんのにブラボー一つありますよね。まあいいや。はい、というわけで昨日公開したのはクライバーのベートーベン7番の動画でした。あとすいません、お話しし忘れてる話題ないですよね。思い出させてくださいね。はい、まあやっぱりあのクライバー定番のレパートリーですから、あのね、コメントでもいろいろ、あの私が割とね否定気味にあのご紹介したあのウィンフィルとの82年2月28日あのクラあのハイキングの代理で登場した時のベートーベン、あれが自分、私はあのお気に入りですっていうことをおっしゃってくださった方、コメントしてくださったこともあります。もちろんその通りだと思います。私もあの演奏はあの演奏でいい演奏だと思います。なんていうのかな、あのウィンフィルのその微妙な中和ですね、それによってすごくこう格調の高い演奏としてに仕上がってるというふうに聞くこともできると思います。まああの最初は私、あと LP の音質がどうのこうのってコメントしてくださった方もあったんですね。実は私あのこれベートーベンの7番クライバーのあの7、うつき先生の即時のお話、何でしたっけ、つまり演奏を終えた後に演奏家が聞いてこれがいい悪いって判断するのって時々冷静じゃない場合もある。時間が経って聞き直してみて、あ、いい演奏してたんじゃないかっていうふうに思える時もありますし、もう一つは演奏家自身が聞いて良い悪いを判断するのと、お客様あの聞き手、全く別の第三者の聞き手がその演奏を聞いていい悪いって判断する、聞いてるポイントが違う場合もあるっていうことです。まあ息子先生あのね、あのもうすぐダメだこれはっていうふうにボツにされる音源が多かった、すいません、多かったっていうお話です。はい、クライバーの7番は私このレコードで聞きました。まだ鳥取にいた頃ですよ、高校中学生、はい、でこれで聞いて私当時はあの86年のバイエルンの演奏にもう打ちのめされていましたから、それに比べるとなんだかこのウィンフィルトのセッション録音って微妙だなと思ったんですけれども、動画のために聞き直してみて、もうティンパニーはこれすごいですよね、雄弁、ダイナミックさは分かりません。だって録音のためだからかなりコントロールされてますし、ただ私もちろん打楽器だったんですけれども、叩いてる音の質から見るとこれ相当なボリュームで叩いてるなっていう音に勢いがあるなっていうのが分かる、そういうタイプなんですよね。もう昨今のそれこそあの古楽スタイルと同じですよ。まあさすがにこれではね、いろんな木鉢までは使ってないと思いますけれども、それに近い打楽器の生かし方っていうアプローチがあるなっていうのはこの度私動画聞き直してみて思いました。 LP ちょっとこれ微妙だったんじゃないかなと思います。 あとはまああの4番でしたね、はい、これはあのクライバーのライブ1としても最も初期に出たものでしたし、この4番が出たって、この4番のレコードが出たっていうことで、なんか日本人のなんかベートーベンの4番に対するこの認識まで変わりましたよね。この曲のポピュラリティまで変わった、こういう風に演奏できるんだっていうのが、まあ、それまでにもムラビンスキーだとかカラヤンだとかっていうのがもうすごく鮮やかな演奏してはいたんですけれども、ちょっとそれとは違うやっぱり独特のエッセンスというのか香辛料が効いてる演奏でしたよね。はい、あとは第5、これは私は加藤さん、あ、面白いですね、カルロスのドイツグラマフォン録音は運命は 100% 満足できたのが、7番はまだまだ未熟だと感じていました。今もその、はい、私もあの同意します。あの聞きどころはあると思いますけれども、この第7と第5を聞き比べるとやっぱり第5の方があの群を抜いてますね。ただしこれも私久しぶりに聞いてみて思ったんですけれども、フィナーレが弱い、フィナーレが本当に見事に決まってる演奏って決して多くなくて、カラヤンでもミュンシュでもクライバーでも意外に第4楽章が
無難に終わっている演奏、そう言って悪ければ1、2、3楽章のテンションに比べて4楽章が結構あれなんか普通だなっていう演奏が多いと思います。クライバーのライブってシカゴ交響楽団ありますよね。それから CD にはなっていますけれども、70年代の終わりにローマ、サンタチェチリアで、公演したライブ録音っていうのがあります。これもちょっと風変わりですけれども、なかなか盛り上がって理のある演奏。そして皆さんよくご存知の1981年かな、あのメキシコでのコンサートのライブ。最近第一楽章の冒頭にあの女性アナウンスが被ってないビデオっていうのが出回ったって評判になってますけれども、あれも面白いですよね。はい、第五っていうのはでもやっぱりシカゴの演奏もちょっと微妙なところがありますよね。どちらがいいかというと、逆にライブ演奏であってもこのセッション録音の方がいいんじゃないかというなというふうに思える。リピートね、あ、リピート観光してか、そうですね、あの吉田さんありがとうございます。7番ってリピートあるんですよ。はい、必要性があったのかどうか。メキシコの運命は最高、ただあれもいい状態の音源ってあります？私あれ音だけの音源って聞いたことないです。ビデオ音源が最高、しかも YouTube やニコ生に載ってるものどまりなので、あれ、あ、繋がったかな、大丈夫でしょうか。会場できちんと収録された音源でまた聞いたら印象がガラッと変わるだろうなっていうふうには思います。どうしましょう、今日 CK スプリングさんおられるから海賊版紹介にしましょうか。まあ、以前話した内容と同じになっちゃうかもしれないんですけれども、未だに私が大事にしているレコード、これは1981年くらいかな、ちょうどカルロス・クライバーがスカラザと来た時のその前後に出たあのプッチーニのボエーム、これ1979年3月ですね、現地スカラザでのライブで、これはテレビ収録があって、テレビ音源、あの NHK でも放送されましたよね。ただソプラノがこれあのフレンリーにはなくてイリアナ・コトルバッシュなんですよね。これも素晴らしいボエムなんですけれども、これ当時リジェンダリー、アメリカのプライベート版、海賊版なんですけれども、まあ今にしてみればそういう放送をチェックした音源をこういうふうに勝手にレコード化してたと。なんですけど、これ比較的早くにあの市場から消えてしまったので、私もこれようやく憧れのレコードだったんですけれども、実際に入手できたのはごく最近のことです。で、まあどうかな、音源としてはそんなに今 CD であのより良い状態で聴けるものがあると思います。で、あとはリジェンダリーで出てた、これバラの木ですね。これもまた今ではより素性の正しい音源で、でもこれ一応ピンボケですけれども、これも一応ステレオなんですけれども、なんですよね。ただ LP のプレスの、あ、止まってますか、大丈夫ですか、くるくるですか、私、あ、なんかくるくるになってるな、本当だ、ちょっと待ってください。いかがでしょう、どうですか、くるくる止まりましたか、どなたか大丈夫って教えていただけるとありがたいです。くるくるしたまま大丈夫、遠藤さんありがとうございます。はい、でこれがリジェンダリーの3つ目、1976年のバイロイト、クライバーの最後のバイロイト出演となった、1976年のトレシさんというソリで、これもホワイトノイズがやたら盛大って、今となってはまあこれでよく我慢して聞いてたなと思うんですけれども、これも前週なかなかあの整ったクオリティの再読み込みですね。あ、再読み込みいいかもしれない、私も再読み込みしましたから、じゃあ待ちましょうか皆さん、再読み込みの時間、じゃあ私ももう一回読み込みします、しばらく休憩。大丈夫ですかね、はい、ありがとうございます。あ、クライバーサイトの平沢さんにメッセージをお送りしたんですけど、未だにお返信いただいてない。クライあのコンセルトヘボーのこの交響曲全集出たのに、平沢さんってあのクライバーページ更新しておられませんよね。ちょっと心配なんですけれども、私あの昨日の動画を公開するっていうのを平沢さんにメールでお知らせしたんですけれども、ちょっと今のところお返事がないと、はい、でその平沢さんが自分も知らなかったとおっしゃったのが、これ例のその1967年のあれ
マーラ、ウィーン芸術フェストボヘンでのマーラ特集ですよ。これが初めて出た音源かつ LP でした。ね、これ高田の馬場のね、お店、サンディスクで、まあ LP としてはこれ明らかに国内版なんですけれども、で私ノバエラーですよ。 CD バラの騎士の東京ライブの CD が入手したいのなかなか見つかりません。はい、私もあれも友人のお手伝いでやっと入手できました。これですよね。はい、これでも探される価値あると思います。もちろん客席収録膝上なんですけれども、それにしてはよく撮れてまして、それから音質調整っていうのもなかなか適切になされてる。これ苦労してなさった、進められませんよ。もちろんね、どなたか書いてくださっておりますけど、海賊版ですから、ただしこれはその三輪ウーリンス新移行者主衛戦、ニハオ、今日はなぜか私の、そうですか。いや、これ一旦市場に出たんですけれども、やっぱり早い時期に回収になったみたいなんですよね。ただ私友人にのおかげでこれ手に入れたんですけれども、ここ去年一昨年そんなにプレミアがついてるわけではなかった。やっぱり皆さん都心にお住まいの方だったらユニオンっていう手がありますけれども、ネットオーディションオークション、ヤフオクの価格とユニオンの店頭価格って明らかに違いますので、皆さんヤフオクでカーッとなってもうすごい金額っていう風にならないように、もう自分が欲しいと思ってたらぜひきっとこの出会う機会っていうのがありますから、あまりねヤフオクで大枚をつぎ込まないようにというのを私経験上のアドバイス。これですか、収録データ、1994年10月7日となってます。はい、組合リーズナブルですよね。私も1年3ヶ月行ってませんので、もう禁断症状が出始めてるんですけれども、はい、これ、ご興味のある方には、はい、あくまで資料として、そうですね、オークションの鉄則冷静に、本当そうです。ちょっとさすがにご覧になってくださってる方本当にありがたいんですけれども、サンディウーリンスニース風葬しや、先生ジュニアオーケのチェロの副主席の子が日本語でメッセージくれました。そうですね、ちょっと私も無制限へのシェアっていうのはできないので、まあちょっと皆さんね、欲しい音源っていうのを聞ける機会があったらいいなと思うんですけれども、これは、先ほどその1982年2月28日の演奏会ですね。ベートーベンの7番が後半に演奏されて、コンサートの冒頭はボゼックの3つの断章、そしてハイドンの94番というプログラムだったんですけれども、これが1986年の7月号のレコード芸術の広告にいきなり出た。なんとこれ開けてみると面白いんですけれども、レコード本体はディスクユニオンのマイディスクなんですよ。レーガー、ソプラノとオーケストラのための組曲、こんな曲はありません。しかもソプラノが天野紀子、指揮田島菊夫、世田谷少年合唱団、慶応大学文学部交響楽団、私父がまだまだ元気でしたので、で父慶応出身でしょ、で慶応大学の文学部にこうオーケストラがあるのかって父に聞いてるところないなと。慶応大学にオーケストラはあるかもしれないけれども、慶応大学文学部だけでオーケストラなんていうのはないっていうふうに言ってました。でしかもこれ著作権に引っかかるからでしょうね、ベルクのボゼックということになると、でなこのレーガーのソプラノのオーケストラのための組曲なんてありもしない曲をでっち上げてる。でハイドンの交響曲94番が裏に入ってるんですけども、これも田島菊夫さんの早稲慶応大学文学交響楽団だ。でなぜこういう風になってるかというと、私これサンディスクで、高田の馬場にあったサンディスクで買ったんですけれども、買った当初はこれらの紙が先ほどの LP のレーベル部分に貼ってあったんですね。でなんか聞いてるうちにこれがベリベリ剥がれてきたんですよ。で剥がしたところ、先ほどのようなねえレーベル表示が出てきたので、私ちょっとサンディスクのトノキさんに電話しまして、なんかレーベルが剥がれちゃって、なんか下からすごい演奏覆面って言えるんでしょうか、これ偽装ですよね。
そういうディスクは日本製。はい。これ LP 時代に、ディスクポート、セーブ、ウェーブの前身ですよね。ディスクポート、セーブって言いましたけれども、そこがマイレコードっていう風に、自分たち、カセットテープを持っていただければ、持ってきていただければ、我々の方でレコードにしますよっていうビジネスがあったんですよ。で、その類で日本国内で作られた。だってこれ、レコードの中心部付近にジスマーク書いてありますから。はい。これは、間違いなく日本製です。あとこれはね、これは海賊版じゃないです。真面目なレコード。シュトゥットガルト交響楽団の、放送交響楽団の25周年かな。で、これ、売り物ではないです。放送局の、田島はあさ、間違いなく、作りも、偽名ですね。で、ここに実は、クライバーのマダンの車種リハーサル、それよりもまだ早い時期のマダンの車種の、録音演奏っていうのが入ってるんですね。はい、わかる。この写真はあまり見たことないですよね。私もこのレコードの写真でしか見たことないです。マダンの車種で、これは収録がほら早いですよ。1969年ですよ。1969年11月29日アフナーメというなってる。ウェーバーのフライシュツのオーバーチュア2オーパー、ディリゲントカルロス・クライバーというふうに書かれてますけども、DVD でも出てるシュトゥットガルトのリハーサル風景のマダンの写真って、あれ1970年っていうふうになってますよね。だけれども、明らかにこれ聞いてみましたけれども、クライバーのリハーサル風景っていうのは、コウモリもそれからマダンの写真もね、40分ぐらいリハーサル風景があって、そして最後に通し演奏コンサートっていうのがあるんですけれども、そのコンサート通し演奏とここで聴けるマダンの写真の通し演奏って全く別演奏です。 DVD より前です。はい、DVD はデータを信じれば1970年、まあ何月何日っていうデータは分からないんですけれども、これは1969年11月っていう風になってます。で、これ面白いのは、聴いていて演奏が DVD のモノクロのフィルムとは全く違うんです。こちらの方がもうアゴーギグがすごくこうぎこちなくて、 DVD で聴ける演奏の方がより幽霊で形が整ったところがあるという意味で、これちょっとぎこちなさというのか、音楽をこう強引に持っていこうとしている様子が面白い演奏なんですね。これもフリッチャーにリハーサル、あれも面白いですよね。はい、というわけで、これ、もう入手不可能なアイテムではないです。ただし、これ LP2 枚組で、なんか結構面白い演奏が入ってるんですよね。ひょっとしたら、まあちょっと数千円ですね。5000円もいかないと思います。そういう LP レコードのリアルタイムでの新品のお値段くらい、その程度はかかるかもしれません。2枚組でね。けれども、ディスコグスで売られているが8000円かかる。そうですか。ディスコグスっていうのもあれ、皆さんタイミングですから、これウィッシュリストっていう風に入れておくと、出物があった時に連絡が来ますから、慌てて買わないように。もうだっていわばこれ非売品ではありますけれども、この世界にはかなりの量が出回ってるレコードなんですよね。ということで、未完成ですか。ウィーンで指揮したことがあるはずです。で、1992年4月、結局シノポリが代わりに来た演奏会、あれでもシューベルトの未完成とウィンナーワルツというプログラムが予定されてたはずです。でも私は未完成のライブは持ってないですね。ちょっと平沢さんのサイト、皆さんチェックなさってみてください。はい、で、これが2つとも同じなんですけれども、クライバー1976年伝説的な12月8日、76年の新シーズンオープニングの時のオテロですね。はい、で、これがプラシード・ドミンゴ・ミレラ・フリーのカプチリ、すごいキャストですよね。12月7日か。はい、で、これが最初に出た、日本ではワルター協会と呼ばれているディスコ・コープレーベル。で、これは私が1986、まだ地元にいた時ですね、86年の8月9月あたりに、確か86年の9月号に再発売、ニューリリースということで、このカーテンコール版の発売のニュースが出てると思います。はい、同じ演奏です。これもいろいろあるんですけれども、私これ結局 CD でも LP でも、このワルター協会、ディスココープ、エデュケーショナルメディアの関係で出た CD、 マイトとかオペラ道路とか、そちらのレベルじゃなくて M&A 版が一番いいと思います。音のクオリティが。 CD はほら、なんか男性の手が映ってるやつ、
これ、このオテルを CD で聞かれるんだったらこれ、これが一番いいです。で、もともとのリリースは1978年、ザ・ブルノ・ワルター協会で日本コロンビア版だと。これ問題になったんですよね。だって演奏が、未完成は日本、バイエルンとは日本で演奏していないと思います、と思います。あの時は3番はい、これですね、この番、もしクライバーのオテロ、この76年12月7日のシーズン開幕のオテロを一番良いクオリティで聴きたいという方はこの M&A 版。ただ YouTube に今あるのかどうか忘れちゃいましたけれども、あれし、スカラ座のその年の初日ですから、全編テレビ中継が入ってるんですね。で、幕間には評論家がね、いろいろお話、討議したりしてる。で、面白いのは、演奏が終わった後、幕内の、歌手たちやクライバーの様子がなんか映ってるビデオがあるんですね。全部で4時間くらいの番組、結構長いですよ。3時間以上ありました。それ一時期 YouTube にあったんですけど、今でもあるかな、ちょっと検索してみましょうか。あれは私、さすがに面白いなと思った。いや、日本公演はモーツァルト33番に変更されました。あ、そうでしたね。ありがとうございます。ねえ、こういう思い違いをしてるから、時々、こうやって皆さんに助けていただけるのがありがたいんですね。クライバー。ベルディ・オテロ。さあ、どうでしょう。2時間22分だと、これ、ただ、演奏そのものの中継です。今ないかな。4時間ぐらい。200何十分。それは、これか？これ一応、ライの映像ですけれども、これもし、多分 DVD からなんかの、そうですね、VHS と DVD。これ。の演奏だと思ってます。と同じソースだと思います。このビデオですよね。クライバーがいきなりタワーレコードに朝開店と同時に現れて、自分のこのオテロのビデオを買っていったという、はい、伝説の。未完成2楽章は、あ、そうですね、ベームツイートかなんかって、放送中継されているかどうか分かりませんから、公演の、オーケストラコンサートの公演の全部が中継されてるってわけではないんですよね。だから、たまには、そういう演奏会があったっていうだけで、聞く機会がないものっていうのも十分あると思います。はぁ、そうですね、ライブはないですね、未完成ね、クライバーね。はい、ありがとうございます。さて、あ、2時間半も喋っちゃった。はい、海外、海賊は面白がって買ってたと。でもどなたか番組中にアルエリッチに海賊版を見せたら怒って持ってっちゃった、これ裁判に使うからっておっしゃった方がありましたよね。なんか一回放送見に来てくださいました。クライバーは一応ニコニコしながらサインしたっていう風な話も聞いたことがあります。で、毎回言いますけれども、ネーメンアルビーは自分の海賊版 R 版集めるのが趣味ですから、はい、ね、もう時々、私会うたびに、もう最近は何かないのかっていう風に聞かれるんですけれども、私ネーメンにこれ出たよ、これ出たよって、こんなのあったよっていう風に時々リポートするんですけれども、ネーメンは自分の海賊版を機器として集めてますんで、はい。なんか今日コメントが盛んですね。ああ、136人もご覧いただいてる、ありがとうございます。さて、ではどうしましょう。終わります、終わりましょうか。じゃあちょっとだけ今週のグルだね。はい、海賊版怒ってんのはフリードリフグルだで、海賊版を叶えてほしい。あれも海賊版かどうかはちょっと微妙なところで、山崎さんありがとうございます。スーパーチャットいただきました。昨晩のクライバー動画興味深く拝見させていただきました、ありがとうございます。その中でなぜか気になったのが、ショルティのワールドオーケストラとのバルトークのオケコンの紹介で、早速注文してしまいました。よかったです。届きましたら、シカゴ教と聞き比べてみたいと思います。今日も貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございます。
あれも私留学時代の、この前申し上げましたっけ、80いくつで亡くな、89歳かなんかで数年前に亡くなった私の先生の もう一人の先生、フランシーヌ・オーバンと、かつてラジオフランスの音楽監督だった、その放送局の音楽監督ですよ。あの指揮、自分で指揮するのではなくて、まあ、もちろん自分でも指揮してましたけれども、アンドレ・ジューブ、この先生に私時々習ってたグザンソンかなんかの、あ、まあ宮崎藤さんありがとうございます。ペーパルにアクセント、あ、すみません、なんとかないかな方法。アマゾンや eBay に早く出品すればいいんですね。はい。え、フリーショッターさん、フライシュッツさん、これは危ない質問ですね。基本的な質問で申し訳ないんですが、クライバー来日時に演奏したブラームスの録音はないでしょうか？あります。全公演とは言いませんけれども、かなりの公演が膝上で残ってます。そして NHK で放送されたのはベートーベンの4番、7番だけでしたけれども、私、マダンの写真、モーツァルトの33番、ブラームス2番というのは聞きました。で、その感想を YouTube にも上げております。あ、藤本さんありがとうございます。遅刻。アーカイブでご覧くださいね。ありがとうございます。これもちょっとあんまり言えないところがあるんですけれども、この動画を見て、あの私のこの動画を引用してくださったり、くださった方があるんですけれども、ただかなり荒っぽい演奏です。私、東京文化会館の公演でしたけれども、フライシューツと33番とブラームスの2番、これはちょっと荒っぽいなと思った。で、その直後にポンペイの遺跡でブラームス、そのリンツとブラームスの2番指揮してるんですよね。あれよりはいいかなと思ったんですけれども、あの東京でのブラームスの2番はかなり荒っぽいですね。あれ今聞くとちょっとんというふうに思われる方の方が多いと思います。過剰な期待に応えてくれる演奏かどうかはちょっと疑問ですね。ポンペイの録音は音が悪すぎ、だって野外ですもん、あれ反響ないんですから。で、あれは DVD、 YouTube にありますけれども、あれクライバーはその会場内でのモニター映しだけだと思ってたら、ライが放送しちゃったんですね。で、クライバーが相当腹を立てたっていう話も聞いたことありますけれども、今出てこないな。あ、クライバーで自分で検索すればいいのか。ただポンペイの遺跡での演奏は、なんていうのかな、見物としては非常に面白いですよね。ただ野外なので音が悪すぎるというのはあると思います。なんだ、なんで出てこないんだろう。あ、これでいいんだ。すべて表示。あ、クライバーの動画結構作ってるな。17本もあります。知らなかった。忘れてました。これ、クライバー1986年日本公演。これです。ちょっとご興味を関心をお持ちの方。そうですね。吉田さんのおっしゃる通り、あのブラニはあっという間に終わってしまった演奏、オケの反応がいまいちのでさ、軽眼だと思います。はい、私もほぼ同意見。そう状態だった、なんかそうだったらしいですね。はい、あの広渡さんに言ったんですよね、もうこういうスケジュールではやらないと。で、それらが全部終わって、まあ成功裏に終わった最終日が、あの秘書は瞳大学、あの大学瞳記念講堂でのNHK の方 で中継された4番7番なんですよね。はい、ちょっとまあ私の方からこの音源を紹介するってことできませんので、せめて、きっと出会える機会があると思います。映像もありますよ。はい、 DVD も出てますし、 YouTube にもあると思います。はい、ネーメの海賊版ありますよ。例えば日本に来た時の86年か87年の年明け、早いうち
に来た、グーテンベルクと来た時のブラームスの1番、なんかあの R 版で出てます。それから自主制作がありますね、日本フィルのベートーベンの4番とか、はい、定期会員を予約された方に頒布される CD ということで、ベートーベンの4番、あのマーラの6番はちゃんと市販されてるんですけれど、ベートーベンの4番はあのかその会員特典という形できちんとしたプレス CD ですけれどもあります。はい、いやクライバーはポンペイの遺跡での演奏だからっていうので行きたいって言ったみたいですよ。あのベルナの方 の伝記に書いてありますけれども、ぜひ行ってみたいと。はい、演奏効果ね、音響効果にはちょっとがっかりしたみたいですけれども、ポンペイの遺跡に行ける、あそこで演奏できるってなったらまあイエスって言いますわね。はい、あ、アルギリッチの投稿は私カスペギさんでしたか、 ありがとうございます。そうですね、加藤さん、ショルティのオケコンはロンドン交響楽団、あれ録音古いんですよね、60何年代、あれもいいです。ただ私あのアカデミー賞を取った1980年録音のシカゴ交響楽団の録音、あれ初めて聞いた時からいいと思えなかった。でそれこそ先ほどちょっと話が中断してしまいましたけれども、私の先生の一人であるアンドレ・ジューブ、あの人に私ブザンソンの予選を受ける時に行って、その時にちょっとレッスンの合間にいろいろな CD を聴き比べをしてたんですね。でその時にはあの私これが好きなんですって言って、そのワールドフィルの演奏を一緒に聴いた。そうすると聴き終わってジューブがこれ素晴らしいね、誰の演奏って聞いたら、ショルティで聞いたので、私はショルティとこのワールドオーケストラだって CD を見せたんですね。そしたらあーこれーと言って、でシカゴのやつはあれは良くないんだよっていう風に言ってて、ああそう思う、私実はあの自分もそう思うんでだって言ったことあるんですけれども、このワールドフィルのバルトークのオケコンは本当に素晴らしいと思います。はい、 NHKFM の声は追加公演、そうでしたね、生中継時になんか中断、雷かなんかあったんですよね、それで苦情が殺到して、で後日また再放送ということがあったはずです。いやよく喋った、はい、2時間40分も喋ってる、もうちょっと延長しすぎですね。まあ延長って別にこれどれだけやってもいいんですけれどもね、あのニコ生でもないしスプーンでもないんで。東京公演ニプロ聞きました、いいな、始まる前からチューラブレムルをカンコン鳴らしてた。そうですか、82年のオケコンはマジャル気質が気迫で非常にスッキリした名曲、82年でしたっけ、あのデジタル録音のあれリズムが良くないんですよ、オーケストラのキレが良くない、意外になんかちょっとスケジュール に押し込んで演奏しちゃった、録音しちゃった。あ、サムライシローさんありがとうございます、久しぶりです。昨日の動画大変興味深く見させていただきました、ありがとうございます。また次回も楽しみにしています。次回どうしよう、次回決まってないんですけど、はい、コンセルト予防の7番はダウンロードだとクーベリックになってて悲しかった。ダウンロード、そうですか、クーベリックはクーベリックでね、コンセルト予防のライブなんか、なんかベートーベンはどうかわからないですけどね、コンセルテーブルの録音もありますよね。遠藤さん、カルロスで思うのが75年のバラの騎士が気になる、熱心なファンによって1回止まった。あ、そうでしたっけ、74年でしょう来日公演。ちょっとあの時もいろんな話あるんですよね。でね、あのそれこそヒロアタリのアスさんの話出ましたけれども、日本舞台振興協会 NBS、 あそこの倉庫にはそういう貴重な音源っていうのがもうドカーンと山積みになって残ってるらしいですよ。猫、猫ですか。ね、はい、皆さんこんばんは。今日もミントが参りました。はい、明るいところが苦手なのでちょっと。機嫌が悪いというか今一つですけれども、はい、加藤さん、ロンドン交響楽団もあります。はい、ありますよ、あの比較的早い時期ですよね、1960年代。ちょっとでも私はでもシカゴ交響楽団よりいいと思います、あの番よりも。あとビデオ作品ありますよね、ロンドンフィルかな、ルティがロンドンフィルを指揮したバルトークのオケコンのビデオもあると思います。それからもうビデオ映像がもう一つあったかな、なんかそんな感じなんですけれども、はい、とにかく私はあのショルティのオケコンであればあのワールドフィル版が一番好きですね。はい、爆弾予告で開演が遅れた、まあよくありますからね。
ね、私も毎回お医者の話してますけれども、2001年のあの小沢さんウィンフィル公演、あれあの2番だけモーツァルトの、あ、じゃあブラームスの3番2番がプログラムで、3番終わった時に爆破予告があったので、みんな会場から出てくださいって、もう客席がものすごいブーイングになって、で後半な外シャンゼリゼ劇場の前で1時間くらい待ったかな、それ終わってあのまあなんとか大丈夫だということで会場に戻った。で大沢さんが2番を指揮された。でその2番があのシャンゼリゼ劇場の10制作のね、あのメータのグレーとかなんかと一緒になってる、あるあの豪華なあのプロあの CD セット、あれで聴けるんですよね、はあ、でその時にアンコールで演奏したウィーナーワルツとポルカがすっごい変な演奏だったんですよ、ガタガタ、うん、ねえ、まあ、それもたびたびお話ししてるので繰り返しになっちゃいますけれども、あの時オーストリアで極右政権が生まれた時だったんです。あ、ミントはそういう悪いことしないです、爪研ぎはしないです、はい、そうですよ。あれは私留学の最後の時で、2001年の秋だか6月だったか、そんな時期だったと思うんですけれども、2000年かな、はあ、私かみさんと一緒に聞きに行きました。で、まあ小沢さんなり風のちょっと重たいところのある一楽章なんかもう小沢さんがこうやって指揮しておられましたけれども、ちょっと重々しい3番だった。でそれが終わった後に、爆破予告、爆発物を仕掛けたという電話があったと。オーストリアにちょうど極右政権が生まれた時で、それに対するちょっと抵抗なんかがあったんですよね。で会場も出てくださいっていうふうにアナウンスされて、演奏会は再開されるかどうか分かりませんって言って、ものすごいブーイングで、でもしょうがないですよね。で、結局ホールの間の外であの、ね、ピーポーピーポーの車なんかも来たりして1時間くらい待ったでしょうか。でそれでまあようやく演奏会が開催されると。で客席に戻って、私ブラームスの2番を聞いた。まあさすがに2番が開催あの再開されるって、オーケストラが入ってきて小沢さんが来た時イエーイでも大拍手だったんですけれども、その後ですよ、ブラームスの2番が終わった後に、なんかなビオラかセカンバイオリンのメンバーかなんかがいきなり小沢さん、もいる、小沢さんいたかな、でオーケストラのメンバーもいる中で客席に向かってスピーチを始めたんですよ、英語で。でもちろん私あの3階2階席の後ろの方でちょっと遠くでマイクもなしに喋ってたんですけれので、ほとあまりよく聞こえなかったんですけれども、どうもなんかフランスとかフランスの芸術活動とかフランス人をこうベタ褒めするような、こういう持ち上げるようなメッセージだったんですね。よほどそのテロの予告っていうのがショックだったのか、なんか異様な緊張で、お客さんそのメッセージスピーチを聞いてるお客さんの方もだんだん引いてきちゃって、何の時間これみたいな。よほどね、世界のあの無形文化財のトップクラスですね、ウィンフィル、それがパリにやってきてそういうテロ の予告の対象になったっていうのがショックだったのか。でそれが終わって小沢さんが出てきてウィンナーワルツとポルカを演奏したんですけども、それがもうガタガタの演奏だったんです。私ブラームスの2番じゃなくて、あのガタガタだですごく不自然だったポルカとウィンナーワルツを聴いてみたいんですよね。はい、そんな思い出、まあ、パリって、まあ、大体あの爆弾テロが多い街ですから、あの私もたまたま会った、行き合わせた演奏会でそういうことがあったっていうのをあのちゃんと覚えてますし、その CD が出るということで、あのあこれは聞いてみたいなと思った。やっぱり自分が会場にいて聞いた演奏っていうのと、その会場で同じ会場ではあってもマイクによって捉えられたあの演奏って聞こえ方があまり違いますので、正直なところを言うと、あこうだったっていうふうにはならなかった。あ自分があの時に聞いた演奏音楽ってこういうものだったんだなっていう程度ですよね。あくまで昔聞いた演奏を聞くというよりも、あの CD として新しく登場したあの時あのの演奏を聞くっていう感覚の方が強いですね。クーベルックですか、クーベルックの特集ね、堅実な指揮者なので、クーベルック、例えば私あのブザンソンのコンクールを最初に受けた時 あの審査委員長がクラウス・ペーター・フロールだったんですけれども、クラウス・ペーター・フロールってクーベルックに習ってるんですよね。アシスタントまではしてないと思いますけれども、なんかクラウス・ペーター・フロールがクーベルックの話してましたよ。なんか一回大工でクラス若き日 のクラウス・ペーター・フロールがベートーベンの大工を指揮したって、
で演奏が終わった後にクーベリックが怖い顔して楽屋に、ね、やってきて、君はアンプで指揮をしていたね、なんでアンプなんかで指揮したんだっていうふうに怒られた。君はベートーベン の書いた楽譜を全部覚えてるのか、全部知ってるのかっていうふうに言われた。まあ、ここで書いてみろって言ったのは、あのマロさんに言ったのはホルスト・シュタインですけれども、それができないのであれば楽もうあの聴衆のへのアピールのためにアンプで指揮をしようなんてことはもう金輪際するなっていうふうにクーベリックから怒られたっていうふうにクラウス・ペーター・フロード言ってました。そうですね、モーツァルト素晴らしいですね。はい、あの晩年の録音かな、80年代のあのソニーですよね。はい、40番とかジュピターとかあったように思いますけれども、シューマンの交響曲はでも私若い時期の早い時期のあのドイツガラモフォンの演奏の方が好きですね。ソニー録音のシューマンになるとちょっと重すぎないかなっていう気もします。加藤さん、小沢誠二とウィンフィルの来日公演では全盛期にアンコールでのコウモリ10曲超スピード演奏、へえ、いまだにこういう演奏の録音は聞けていない。これじゃニューイヤーコンサートもね。でも小沢さんのあのニューイヤーコンサートって私結構好意的に聞きましたよ。で、あのその後ちょっとプレゼントであの DVD を、全く関係ないこちらの友達ですからからいただいて、それは見てないんですけれども、あの時生で聞いた感じでは結構良かったと思いましたね。ベルリン版、はい、そうです、ドイツグラム本番英雄、あ、なるほどね、あの指揮者オーケストラが全部違う、あの一番ですね、はい、あのベートーベン全集、あれはあの試みは成功してますよね。あのアバドと4つの違うオーケストラのブラームスの交響曲全集ってちょっと微妙なところはありますけれども、クーベリックのあのオーケストラ違いのベートーベン交響曲全集ってあの企画は成功してると思います。面白い、そんなに早かったんですか。あ、加藤さん、2002年のニューイヤーコンサートの演奏素晴らしい。そうですよね、私もあれは聞いてて、あ、いいじゃんと思った。はい、あれもうすでに台湾に来てまして、そうですね、2001年に来ましたから来て3ヶ月後、年明けですよ。はい、クーベリックの7番 CD セット、サムライシローさん、どのセットかな、あ、ですね、ヘルメスベルガー悪魔の踊り、はい、あれはノリノリのいい演奏でしたね。はい、ヘルメスベルガー悪魔の踊りは私去年初めて演奏しましたけれども、意外にフレーズの入り組んだ難しい曲ですよ。あれアンプ結構大変、正統派の素晴らしい演奏、魔王ですか。さあ、ちょっと皆さんてっぺん越えになっちゃう今日は延長しすぎました。だいたい私の携帯がすでに残存電力 15% 以下って警告が出てますので、そろそろまた見てねというふうに、したいと思います。クーベリックのバッハ4台のピアノの協奏曲のリハーサル、そんなのありましたっけ、私見たことないな。音だけですか、映像、魔法が解けます。そうですね、カボチャの場所があのお迎えに聞きますからね。はい、カーニバルの使者が演奏する、ああそうでしたっけ、ああちょっと DVD ありますので聞き直してみます。あ、そうでした、高評価の儀ね、はい、ありがとうございます。朝までお付き合いします。いやいやいや、携帯がね、これ電源が危ないんですよね。もう今ここに 15% のしか残っていません、警告出てますんで、はい、ちょっと買い物行ってました。そうですか、コンビニですか、え、外出大丈夫ですか、ちゃんとマスクされました、はい、朝まで大丈夫、いやもううちもそうなんですけれども、ね、ちょっと明日はそれなりに宿題をやらなきゃいけないと思ってますんで、今日その例のこのコロナ騒ぎで一日潰れちゃったんですよね。せっかくティファニー仕上げられると思ってたのに。皆さん今日すごいですね、233人ご覧いただいている上にコメントのペースがすごくて、どうもありがとうございます。はい、クラス・ペーター・フロールはメンデルソンあります、それからマルティニオンの交響曲なんていう変わったレパートリーも録音してますよね。はい、私ブザンソン1999年最初のブザンソンの時にクラス・ペーター・フロールが審査委員長で、コンクール終わった後、私セミファイナル止まりだったんですけれども、コンクール終わった後にちょっといろいろ話して、じゃあちょっと今はあれだからね、パリに今度来るからその時に話そうって言って、ラジオフランスにクラス・ペーター・フロール来た時に出かけて行って、カメさんとキャフェに行っていろいろ話をしたことがあります。
クーベリック何がいいかな。マーラの、マーラ私全部が全部好きなわけじゃないんですけれども、クーベリックのあのマーラの5番、ドイツグラモフォン、あのアダージョ、有名なマーラの5番の有名なアダージェット、あれ最後のところ皆さんちょっと聞いてみてください。すっごくビヤーという気持ちの悪い音が立ってるんです。あれバイエルン放送交響楽団の音が合いすぎていて、倍音がバリバリに出てるんですよ。それが聞こえてくる。あ、この辺は加藤さんがお詳しいんじゃないですか、 SACD かどうか。私あのグラムフォン、ドイツグラムフォンの輸入版のあの廉価版で聞きましたけれども、聞いていて何これと思った。それこそあの第5番のアダージェットの一番最後はティーラーラーラーっていうところでしたけれども、オーケストラのなんかこの辺にふわーっていう独特な音が鳴ってるんですよね。オーケストラの音が合いすぎて倍音がバリバリになってるんですよ。ちょっともしご興味をお持ちの方、ぜひ聞いていただ、いただきたいと思います。アウディートのマーラ、あー聞かなきゃ。なんか感覚あるんですよね。私どれ買ったかな、あれ全部が全部日本じゃないんですよね。どれか日本ライブっていうのはありますけれども、配列があるんで確認。はい、アダージェットの最後の部分です。一番クライマックスの部分、フォルテの部分でピーラーラーラーダーリーラーラーの部分です。はあ、いやよく喋りました。音が合いすぎた場合がそういうこともあるんですよね、はい、そうでしたね。アウディートのマーラは9番が東京ライブ、4番がないと。おお、そうですか。そうでした。私2番とか6番とか自分の好きな曲はなんかライブ版買ったような気がします。なんせ最近私LP しか古いレコー、LP 中心に聴いてるもので、この CD はあまり買ってないんですよ。はい、あ、ガスト、あ、はいはいはい、 VSG、コメントで解決できた。そうでしたか。よかったです。61ということは、ソビエトの5カ年計画で1961年から1966年までの間にプレスされたレコード。VSG というのは全ソ連、なんとか芸術養成なんとかなんちゃらというグループのために、まあ早く言えば共産党員への配布品ですね。売り物ではなく、一般に売りに出すものではなくて。なので、ジャケットも豪華だったり、プレスも、まあ、時々一般のレコードよりいいと言われてます。レーベルの上にちっちゃく VSG、キリル文字ですけれどもね、そういう表示があるレコードがあります。でこれは現地ロシアで出品してる人も気にしないことがありますので、まあもし申し込んでそのレコードが届いたらラッキーと。どちらかというと普及版と VSG 版っていうのがあれば。え、スイさん。今大学生なんですけど、ほう、周りでクラシックを語れる人がいなくて、このチャンネル見つけて今歓喜してます。よかったですね。この番組は大学の講義と違って、遅刻早退自由、早弁バックレ、アルコール OK ですからね。自由に。で、しかも、どんな初歩的なコメントであっても、皆さん、コケにしない、丁寧に答えてくださるっていうところが売りの動画ですので。追加の解説、失礼いたしました。ハーディングの池袋のマナゴ、そうですか。なんかハーディングってお客さんがいないのにやるとか、それ地震の時でしたっけ。なんかそういう話。ハーディングも私面識ないです。全然ないです。かみさんはなんかイギリスにいた頃に知ってたかもしれないというふうに言ってましたけれども。はい。さあ、ではバッテリー切れにならない、そしててっぺん越えにならないうちにですね、今日は終わりたいと思います。今日はたくさんの方いらしてくださいまして、コメントも盛んの活発で、本当にどうもありがとうございました。スーパーチャットもたくさんいただきました。で、私の放送では、高評価の儀というのをやっておりまして、私の式に合わせてですね、一斉に、皆さんに、この番組今日面白かったなっていう方には、この高評価を押していただくっていう、高評価の儀っていうのをやっております。で、これは、同じ端末からの何回からもクリックっていうのは、これカウントされませんので、また押し間違いの方がある場合は、一回クリックして、し直していただいて、誰風の式、じゃあ、クライバーにしましょうか。ね、今日は、CK スプリーさんが来てくださいましたから。
では今日の高評価の儀は、じゃあ番組面白いなと思ってくださった方は、高評価を皆さんと一緒に押していただきたいと思います。クライバーのコリオ欄の始まりで皆さん一斉に高評価、今のところ49となっておりますけれども、押していただければありがたいです。クライバーのコリオ欄の最初で一斉に皆さんパッと高評価の方をよろしくお願いいたします。お授業しますよね、出てきて。じゃあ皆さん準備いいですか。あれ増えないな、49のままでさ。あ、50人になりました。ありがとうございます。だからネーメの、あー一気に83、ありがとうございました。ネーメの方が分かりやすいんだと思うんですよね。81になってますか。あ、今105で、おおすごい、105、107、まあありがとうございます。はい、というふうな皆さん、今日はおそらくなんとなくですけれども、今日初めてくださ来てくださった方が多いんじゃないかと思いますけれども、まあほぼ毎週このような話をしておりますので、来週私演奏会があるほかはどんなスケジュールなんだっけ。スケジュール表をもう私買い替えなきゃいけないんですよ。書き間違い、書き直しばっかりで、ちょっと見つかないです。まあというかで、演奏会が終わった後の話、それから来週の動画の話など含めて、またお話できるんじゃないかと思います。128すごいな、先週パスした分よかった。ありがとうございます。はい、というわけで皆さん今日は本当にどうもありがとうございました。これに懲りず、またいろんなですね、この情報、皆さんそれぞれご存知の情報、私自分が何もかも知ってるっていうつもりではなくて、私知らないことの方が多いので、そういうことをなんていうかな、皆さんに補強補償していただきながら、これまで分からなかったこと、知らなかったこと、辻褄の合わなかったことがこうつながって、あ、この時のこういうことはこういう次第でこういう風になったのかっていうのが分かるっていうのが、この動画をやってる醍醐味でもあるんですね。ということですので、皆さんどうぞご遠慮なくお話、いただきたいと、コメントをいただきたいと思います。というわけで今日はではこの辺にいたしましょう。あと1分ちょっとで12時ですね。はい、では皆さん、かぼちゃの馬車がお迎えに来る時間です。皆さんも、はい、コロナ十分お気をつけになってください。私の方は大丈夫ですので、お風呂に入ってお茶飲んで体を温めて、ポジティブシンキングで免疫力を上げていきましょう。皆さんどうもありがとうございますのコメントをありがとうございます。というわけでまた来週お会いいたしましょう。さようなら。